皆さんこんにちは。やっと体験版の範囲が終わって製品版について触れていけますよ。やりましたね。いや私たちだけペース遅すぎなんだよ。マジでゲーム進行早めるか投稿頻度早めろ。マリサさん、投稿頻度について触れましたね。触れちゃダメなのかい。でかお前は誰だよ。昨夜です。お嬢様に実況メンバーが投稿頻度について触れた人を始末するように言われています。急展開すぎるだろ。ちょっと待て。ゼミリアをプリンで買収して昨夜さんで言論統制をしています。どんだけ投稿頻度について触れてほしくないんだよ。あの個人ことで別に投稿頻度については触れませんけど、私たちの出番はいつ来るんですか。ぐさ、私の出番ねっきり出てないけど、いつ出るの。投稿頻度については特に触れないけど、後で出るなら早く済ませてくれないかな。自分で墓穴掘ってるだけじゃねえか。バカですかこの人。予定より早く仲間さらっとく。あ、それでお願い。ダメに決まってんだろ。何言ってんだ。こうなったらまたレミリアにプリンをあげて言論統制するしかない。で、別に出番とか欲しいわけじゃないけど、私もうプリンいらないからその交渉は飲めないわ。絶対出番欲しいやつじゃないですか。お嬢様のわかりやすいツンデレ私好きですよ。わあうるさいうるさい黙ってなさい。ま、お姉様人気投票下がってるけど落ち込まないでって。フランが言ったから頑張って忘れかけてたのに思い出しちゃったでしょうが、バカバカバカ。そういや今年も私連続1位でしたね。霊夢さん何でしたっけ主人公のくせに。あれ？お前を殺す。私なんてもっと低いわよ。お前らが一番うっせえうっせえうっせえは、あなたが思うより健康です。じゃねえんだよ青汁飲ますぞ。すいません。いいからお前らさっさと帰れよ2年組。残念ながらウプ主の投稿頻度遅すぎて待ってられないから今回は参戦するとするわ。結局投稿頻度について触れてるじゃないですか。はっきり言ってウプ主の投稿頻度は遅い遅い遅い。煉獄さんのうまいのノリで連呼すんのやめー。はっきり言ってウプ主さんの投稿頻度は話になりません。今の投稿頻度はクソカスレベルです。昨夜さん、あなたそんな汚らしい言葉使うお方でしたっけ。まあウプ主投稿頻度クソカスってのは全国共通の公式ですしね。全国共通の公式じゃねえよ。提唱したやつ頭悪いだろ。え、じゃあ本当にこのメンバーで実況すんの。私とマリサとヨウム、アリス、レミリア、フラン、サクヤとトラッシュ。え、英語知らないからけなされてること気づいてないですよ。俺銃撃戦ゲームで海外に君トラッシュって連呼されまくったんだけど何のことかわからなかったんだよな。でもその後ちょうど英語の授業で習ったわ。で、日本語の意味でゴミ、クズ、カスってことを知って帰った後1日寝込んでました。世の中知らない方がいいこともあるもんなのね。てか実況メンバーが8人いるの頭おかしい。あと俺もいるぞ。俺も。僕もいるよ。全員まとめて帰れ。わあお城が見えますよ。立派なお城ですね。王様がいるのかな。最小の王様に会ってみたいですね。ちなみに細胞の王様は私よ。ねえよそんなの。私は右心室の王様をやってますよ。それって心臓の中じゃない。なんか怪しいスイッチがあるぞ。見るからに怪しい場所に置いてありますね。こういうのは押してみるのがなんぼってもんよ。大丈夫なのかしら。スイッチオンってなんだなんだ。は、画面反転したんですけど。やったね。いややったねじゃねえんだよ。見づらいにも程があるんだよこの実況。マリオでよくある重力反転系スイッチか。早く元に戻しなさいよ。仕方ないな戻してやるぜ。こんな画面で実況続行してみなさい。私が実況中に自害しますので。放送事故にも程があるだろ。お、戻ったぞ。いや確かに画面反転は戻ったけど今度は別のものが反転してるから。これ今度は色反転してますね。うわ目に悪すぎるこの画面。あのスイッチヤバすぎだろ。てかこれもさっさと戻しなさいよ。色が気持ち悪すぎる。ってなんでこういう時に限って戦闘入るんだよ。色反転の戦闘なんて地獄すぎる。うっわ気持ち悪く。もうなんか色々おかしいんですけど。僕顔面が、肉おいしい肉おいしい、野菜くたばれ。いやあなた確かビーガンじゃなかったでしたっけ。とにかくこの世界にいると頭おかしくなりそうだわ。私はゴブリン、セクハラや性犯罪などの下劣な行為は絶対に許しません。お前そんなやつじゃなかっただろ。全く無楽だわ。これおそらく色反転してる影響か性格も無楽になってますね。いやなんでだよ何この頭悪い世界。ほらゴブリンいつものあなたを取り戻して今なら私を好きにしてもいいわよ。なんちゅうこと言ってんじゃお前は。なだったらどうすんだ。私はそのような甘い誘惑には乗りません。私は女性の方々に手を出さないと決めました。マジでどうしちゃったのゴブリン。ほら大丈夫ゴブリン、一緒に寝て話聞いてあげるわよ。どっか出かけよっか。ゴブリンの老変ぶりの驚きで急にめちゃくちゃ優しくなるのやめろ。あとこれ若干再生速度も遅いからいつも聞いてる BGM と全然違って頭おかしくなりそうなんですが。どんだけこの実況は初見置いてけぼりにするんだろうね。初見置いてけぼりチャンネル？いや誰も登録しねえわそんなチャンネル。いいからこれ戻しなさいよ。いや戻したいのは山々なんですけど。また敵とエンカウントしました。こういう時に限ってエンカウント率高すぎでしょ。もうやだ、僕って生きる必要のない存在なんだ。わかる、僕らは所詮人の希望を妨害するだけに生まれた暗雲さ。あはは。そういえば黙々普段超ポジティブだから無楽は超ネガティブになってるんだけど。そんな願ってる黙々見たくないんですけど。僕らはそこらの道中でやられる雑魚敵さ。最初しか出番ないし僕のことなんてどうせ忘れる。最初のチュートリアルでただやられるためだけに生まれた存在なんだよ。やりづれいな。めちゃくちゃゲームのネタ要素に触れてくじゃない。さてあとはバンシーだけですが。私は人を助ける仕事を辞めて人を殺す職業に転職しました。そう殺し屋です。うわめっちゃ物騒な敵になってるじゃないですか。やだ。とにかく目に悪すぎるのでさっさと戻しなさいギリ。たく、やっと戻りましたね。って目玉が3体いるんだけど。やーデメルだよ。やーやー。いや全員喋んな気持ち悪い。緑ゼリーはなぜか目玉がついてるやつはうちのウプ主の石を引き継いでます。デカビタって美味しいよね。わかる。デカビタしか勝てない。
3体いるといつもよりやかましいわね。じゃあ私が4体いるのは、キラ、キラ、キラ。やっぱり妹様は何体いても可愛いですね、隔たりなく。その点ウプ主は複数体いると噂倍増だよな。え？ウプ主さんは1体でも存在しなくていい気が。そんなことより初めての馬のアクションが選択できますよ。え、馬ってなんかしてくれるのね。やっと僕の出番だね。しれっと普通に喋れるのね。行くぞ枝豆騎乗攻撃。大したダメージでないんじゃないのか。枝豆の肩、鼻の呼吸、横切り。いや30ダメージってなんやねん。しかもそれが MP なしで使えるってバケモンか。その攻撃、しかもあれもう1体横にいたら3体に入るらしいですよ。いや馬の攻撃力だけおかしすぎる。そういえば今更ですが馬はスイッチからの新要素ですよね。いやだとしたらスイッチから心強すぎるわねこの馬。ここ珍しく実況ポイント。そういうこと言うなバカ。いやまた変質者いるわよ。ほんとだ、この時期に外でテーブル広げて堂々と飯食ってるやついるぞ。もぐもぐっと、これはなんとまろやかなコク。しかし甘さはしつこすぎず、さっぱりとした後味はまるで精霊を吹き抜ける一陣の風。もしもし警察さん、道中で変質者を見かけました。通報しないであげて。私は美食家ボルトボーイ。チーズケーキが美味しすぎて感動しています。この感動をぜひあなたにもお届けします。お、ケーキくれる人には悪い人はいないわね。欲しい。じゃあ他のショートケーキとかも買ってあげるから、うちの車に乗ってかない？ガチの誘拐犯ムーブやめろ。行く。まんまと騙されてるじゃないこの子たち。じゃあケーキ屋さん行きますか。はい。いや本当に車乗ってどっか行ったんですけど、あいつらしっかり誘拐されてるじゃないですか。おい昨夜デミリアとフランなんか知らん奴の車乗ってどっか行ったけど大丈夫なのか。グースピーお嬢様はダメですってば。もうアホくさいからほっとこ。わあサジを投げないでマリサさん。黙れ。実況中に勝手に出てきたりいなくなったり熟睡してたり自由気まますぎんだよ。サジじゃなくて砲丸投げたい気分だわ。砲丸投げやめろ。そういえばマリサ、昨日私あんま寝れなかったんだけど。どうした？寝つき良くなかったんか？マリサの寝言がうるさくて。あ、悪い。なんて言ってたんだ？みんな気づいてってずっと言ってたよ。何のこと？いやでも今やってる実況が僕一般的な実況じゃないことはみんなに気づいてほしいかもな。夢の中でも実況への意識高いのやめろ。私はあんまり夢見ないですけどね。もしかしたらこの世界は夢の中で本当は脳に電波が送られてるだけで現実では自分が脳みそしかなくて液体ボトルに入れられてるっていう。大変な闇深い話でっち上げするのやめようね。俺とか現実でなんか嫌なことあったらすぐ寝るからな。生きがいは寝ることって一番言われてるから。それ言ってる人で現実満喫してる人見たことないわよマジで。ま、お前文化祭準備の時グループで固まられて入るとこなくてずっとトイレにこもってた話あるしな。もういいわ寝る。あーウプ主さんが来てでした。じゃあ同じ部屋で寝んなー。そもそもためのじゃー。私は馬と戯れますね。ヨウムご飯できてるだって。あ、ご飯の時間らしいので行ってきます。え、もうマジ無理、死の。落ち込みすぎだろ。ただいま。あ、お帰りなさい。ご飯にする？お風呂にする？それともは、ご飯にします。あ、はい、そうですか。軽くあしらわれてる？昨夜さんも僕にこのセリフ言ってくださいよ。はあ、まあ私なりにやってみますよ。ただいま。お帰りなさい。撲殺にする？暗殺にする？それともと、殺？すいません、家を間違えました。ここは修羅場かな？マリサもやって欲しかったら言ってくれればしてあげるわよ。するわけねえだろ。さっきもらったチーズケーキ誰か食べてみましょうよ。もしかしたら毒があるかもしれないからアリスに先に食べさせてやるぜ。もしかして私毒にさせられてる？ってうまーい。飛び跳ねるほど？この演出は初めてですね。どれ私も一口。あ、普通に美味しいですね。ま、飛び跳ねるほどではないですが。は？お前普段雑草食ってるのになんでそんな舌が肥えてるんだよ。いやアリスさんがオーバーリアクションってだけでそんなことないです。飛び跳ねる美味しさです。すなわち霊夢さんくたばれ。なんて？いや言わせていただくとこのチーズケーキとそこらの雑草美味しさ同じくらいでしたよ。それお前の味覚がおかしいだけだよ。は、もしかしてチーズケーキ3つの中に1つまずいのが混ざってるとか？駄菓子によくあった3つの中に1つだけ酸っぱいのが混ざってる系のガムじゃねえか。さて城に着きましたよ。ちなみに昨夜さんはカット中にスカーレット姉妹がさらわれたことに気づいて鬼速で車を追いかけていきました。今頃気づいたのかよ昨夜。てか白豪華ですね。お、さっきの門番いるわよ。また会いましたね。王様の兵士の一人さん DS です。ここは任天堂の城です。任天堂？本社はこんな立派なんですね。いや任天堂本社は京都にあるんだわ。あと横にもう一人いますね。僕はウィー、初めましてだね。初めてのウィーですね。いやその発言からして絶対知ってるんよ。王様は毎日毎日食べてばかりだよ。この国は平和だからやることないんだろうね。使える兵士がそんなこと言っていいの？ま、とにかく王様の部屋に入っていきましょう。よく来たな旅の者よ。王様だろ、もしかしたらイケメンかもしれないしな。もしかしたら王様が桜井正宏さんかも。それはないでしょ。ってうっぱ、うん、予想通り思ったのと違うよな。って任天堂のロゴ？王様が任天堂本体ってどういうことよ。いかに、わしが任天堂の概念を司る王、任天堂王である。わしに何か用かな？実は人の顔が。スマブラの空参戦おめでとうございます。は？お前何言ってんだ。おお、それは言ってくれるとこちらとして嬉しいぞ。ディズニーの著作権を突破するの相当きつかったんだぞ。王様も話に乗ってんじゃねえよ。それはそれでおめでたいんですが、ここは一つシークレットの参戦キャラとして私を追加するのはどうでしょう。スマブラ参戦の交渉してんじゃねえよ。
そうだな、結構労力かかるしどうしようかな。いや考えるまでもなく却下だろ、話の本筋ずれてんだよ。顔を奪う魔王がいるのよ。そんな奴がいるわけ、は。言われたそばから王様の顔を奪われてんじゃねえか。私もスマブラ参戦したかったので顔を奪いました。軍事欲が垣間見えすぎる。あなたとか絶対参戦する見込み例ですよ。とにかくスマブラ参戦するために王様助けなきゃ。まだ諦めてなかったのかよ、目的が不純すぎるわ。じゃあ次回からは王様の顔を取り戻す旅が始まるのね。これまた長い旅になりそうですよ。では今回はここまで。気に入ったらチャンネル登録や高評価お願いな。動画制作のモチベにつながるらしいから、ま、投稿頻度どうにかしてほしいところだがな。頑張って安定させるように精進します。ではここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。最近残暑が終わって急に寒くなりましたが、皆さんどうお過ごしですか？ちなみに私は今食べ物を家に溜め込んで寒い冬を迎える準備をしています。リスカよお前、バリバリ冬眠する気じゃないですか。ちなみに私も冬になったら冬眠するから実況から離席するわよ。いや神様、役いなくなるじゃないか、ってなことしないで。私も冬眠で実況から離席するけど、実況の給料は振り込んどいて。いかに何もしないでお金もらいたいし、今ルミエなんですよ。有給休暇ですよ。会社でもあるでしょ。確かに1年の間に10日は給料もらいながら会社休めるけど、その期間が10日から3ヶ月に増えるだけですって。バカか、そんな有給休暇取られたらどの会社も機能停止して倒産するわ。それはとにかく本当にいきなり寒くなりましたよね。寒い時にはかどる食べ物ありますよね。あ、おでんとか鍋とかな。かき氷とかアイスとかいいですよね。オーストラリア在住のお方ですか？なんで冬にかき氷食べるのがはかどるのよ。違いますよ。普通にかき氷だと冷たいので、レンジでかき氷温めてから食べるんですよ。それただの水だよね。確かに水は気温差関わらず飲みますしね。いやそれなら普通に水飲めよ、無意味すぎだろその工程。真心こもった温かい水が飲みたいんですよ。真心こもってねえよ、手間かかってるだけだよ。そんな霊夢さんにおすすめな商品がありますよ。え、何ですか？私の考案した水をあげます。これです。え、何これ？私考案、ガスト特製のタピオカ水です。いや絶対美味しくねえだろ。てかどうなってんだよ、タピオカ水とかいうゴミみたいな商品どこにも売ってねえだろ。簡単です。まずガストに行ってタピオカ単品を頼んでください。タピオカ単品なんてあるの？そしてここで普通ドリンクバーのミルクティーとセットで飲むところなんですが、水を持ってきてさっきのタピオカ単品をぶち込めば、あら素敵、タピオカ水の完成です。これさ、リアルでやってるわけでしょ？だとしたらうちのオープン主相当頭おかしくね。よく言われるんだよね、照れる。褒めてないですよ、そういうとこが頭悪いんですって。ちなみに実際飲んだ感想はまずくはなかったです。え、まずくなかったの以外？でも絶対ミルクティーの方がおすすめです。当たり前だろ。タピオカ店でキャラメルとか黒糖とかイチゴとかいろんな味取り扱ってる店たまにあるけど、タピオカウォーター味とか取り扱ってるとこどこにもねえわ。さてそろそろ実況に戻るとして、 HP バナナって美味しいよな。わかる、優しいところもあるし、それでも甘くないツンツン厳しい部分もあって、実況何本でも一緒に取れる。いや HP バナナから私の話に転換されてね。ってかやめろよな、お世辞は。嘘でも照れるぜ。可愛すぎてお持ち帰りしたいんだけど。おいやめろ。店内で召し上がることもできますが。じゃあここで召し上がるわ。マジでやめろ。おいおい、イチャつくのはいいが、オラも混ぜろよな。イチャついてねえよ。ここで新モンスターの登場ですか？ふん、オラは百合の間に挟まる男だ、よろしくな。何それは、生かしておけない。私の恋路を邪魔する奴は容赦しないわ。私もこいつ勘違いされてうざいから倒すわ。って何？へ、当たらねえよそんなもん。そうでした、こいつは攻撃技を確率でかわしてきます。うわ、めんどくさいやつじゃねえか。ほらオラのプレゼント受け取ってくれよ。あ、悪い、これ石だったわ。こいつうざすぎだろマジで。そらうざいモンスターランキングにランクインするわけですね。ゆっくり解説のやつ引き継がれてる。よかったら解説の方も見てね。だからうちのチャンネル好きあらば番宣する風潮なんなの。とにかくモグラは倒して。オラの出番こんだけなのに。私はモグラーとは違って善良なモンスターだから助け。モンスターに善良もクソもない。じゃあモンスターが個性強すぎて精神的にも戦闘疲れる。なんか起きてますよ。は？なんだそれ。飲み物が入ったボトルが起きてました。早速飲んでいきたいと思います。起きてるものにためらいなさすぎでしょ。毒物とかだったらどうすんだよ。くんくん、これはアーモンドの香り。いやそれ絶対青酸カリじゃないですか。あー確かに青酸カリでしたね。くん、いや青酸カリ猛毒じゃないの？なんで普通に飲めてるの？普通死ぬよね。常に毒飲んでたので耐性ついたんですよね。キルアカよお前。ちょくちょくハンターハンターのネタ織り混ぜるのやめない？でここでまた敵とエンカウントです。敵遭遇率多いな。いやこのエンカウントは地獄すぎるだろ。いや、ウプ主なんだけどさ、近々2回目ワクチン打つんだよね。それはきつそうだね。目のついた緑デリーがウプ主の石持ってる設定いつまで引き継いでるんだよ。えへえ、そしてまたオラたち来たよ。お呼びじゃねえよ。はいお賽銭。あ、これ石だった。オラは早めのお年玉あげる。お金じゃないけどね。ぶっ殺す。ガチギレじゃねえか。こいつはモンスターの中でかなり性格悪いわね。切れば問題ないです。まあ当たればの話だけどね。いや何やってんだよ。ムカついたので八つ当たりで実況画面を切りました。八つ当たり方法が害悪すぎる。とにかく目玉が邪魔なので先に処理。ちょっとご慈悲を。うるせえうるせえマジで、その技打つたび変な外国人召喚して発狂させんのやめろ。本当にハウリング並みのうるささあるわよ。
そのわざ小幕というか生命が危険なので使用禁止にしてください。でもまだパターンは100通りくらい考えてるのに、そのパターン考えてる時間マジで無駄すぎんだろ。とにかくモグラはうざいからしね。なんかオラに対して当たり強くない？あれ今あっちにお金。どこどこ？嘘だ。まんまと騙されてんじゃねえよ。霊夢、あとは任せて。僕があいつをぶっ飛ばす。枝豆、いけるのか？枝豆の方。超必殺、さすがブンガーって、避けられた。いやダメじゃねえか。あとは私にお任せを。また避ければいいだけのこと。甘い。なに？これが私の必殺技。めんどくさくなったら画面ごと切るです。なんでもありのルールで戦うのやめろ。さて次はまた森に入っていきますよ。だけ笑いだけ。まだお前出てくんのかよ。やばいわ、緊急搬送よ。すごい高熱。これはなんとかしないと。なんかバタバタしてるわね。まあ暇人そうな笑いだけから倒すわ。うつ主がワクチンの副反応で倒れてる。霊柩車呼ばなきゃ。もう死んでるよね。それで遅れだよね。ちなみに実況が死ぬほど遅れたのはこの害悪副反応の高熱のせいです。39度ってなんだよ、頭溶けそう。それは素直にお大事になんですけど、あなた健康体の時に新ファイター参戦だからってめっちゃ遊んでましたよね。いや、まあそれはな。頭が都合悪くなったら具合悪いふりするのやめろや。とにかく病院に連れてかないと。うぷ主さんの身柄はこっちが確保するんで。なんで？私たちは病人を搬送してるだけなんですわ。まあうぷ主編集サボってたので副反応だろうと隔離施設で編集させます。そのためにうぷ主の身柄こっちによこせよな。もはやどっちが悪役かわかんなくなってるわよ。じゃあうぷ主こっちに来るんだ。ブラックすぎるここの実況環境。森に来たらキャンプでしょ。いやいきなりすぎるな。じゃあ早速食料確保から行きましょう。やっぱキャンプで一番無難なのが釣りだよな。マップ展開がいきなりすぎるわよ。いい釣りスポットがあるんで行きましょう。金目鯛とか釣れる？それは欲張りすぎでしょ。釣り餌にうぷ主使いましょう。やめて、せめて俺の鼻クソとかにして。どの魚も食いつかねえよ。てか案の定釣れないしな。心を無にして釣るのです。なるほどな。じゃあやってみるぜ。は？アホくさぁ。さっきは寝てしまったが場所をチェンジして再挑戦。おっと来たぞこれは。ほんとだ、浮きが沈んでますね。おっとこの重さ的に大物間違いなしだぞ。川にそんなでかい魚いるのかしら。私も手伝います。頑張ってください。あらわーし。こんだけ釣りで捕獲なのよ。いや俺も中学の民泊で初めての釣りでワクワクしてたら釣り針が自分のジーパンに5回くらい引っかかりまくって、ようやく1匹釣れたと思ったら逃げられるしで、まあ二度とやりたくないって思ったね。あんたの人生黒歴史しかないの。ポイズンガポイズンガ、陰口悪口なんでもござれ、毒舌ならぬ毒蝶々の名で知られるポイズンガ。うぷ主ってあれだよね、顔面が障害罪だよね。失礼すぎるだろ。てかどういうことだよ。障害罪って精神的に傷ついた場合でも成立するんだけど、うぷ主の顔深いすぎて精神ダメージでかいっていうか。なんかわからなくもないわね。なんでだよ。うぷ主の顔面が障害罪および公然わいせつ罪って告訴しようかな。お前らがやってるその行いが一番精神的な障害罪で抵触してるわ。ミートピアとかは結構こういう道中イベントとか頻繁にあって種類が豊富で面白い要素の一つなんだけど、このイベントだけはマジでいつになっても何がしたいのかよくわからない一番意味不明なイベント。実際本当に何やってるか意図がつかめないしね。ゲーム内だけでうちはネタで盛り上がるのやめてくれない？さてキャンプに戻ってきたわね。そろそろ寝よう。そして動画も終わらせよう。とっとと寝たい気持ちがにじみ出てるんですけど。とにかくうぷ主はさっさと体調戻して編集しなさい。ほら私も飲んでるモンスターで頑張って。モンスターあんま好きじゃないです。いろんな人敵に回してるんですけど。てか霊夢大丈夫なの？今から寝る予定じゃないの？そんなの飲んだら寝れなくなるんじゃ。ああ。案の定寝れませんでしたので一緒に起きてます。正真正銘のアホじゃねえか。この後睡眠不足で体調崩した。釣れないねえ。ワカサギ。いやワカサギって凍った湖でしか釣れねえだろ。おっこれは、ワカサギが食いついたのでは？いや釣れるのかよ。別の魚とかじゃないのそれ。釣れたふりです。しょうもな。そもそもなんで釣りしてるのよ。今日の食料です。うちの食事上貧困突き詰めすぎだろ。今日は何が釣れたのかな？ちなみにここで何も釣れなかった場合は私たちの今日のご飯はデミゴケになります。地獄か。結果発表、船が5匹。お、いいじゃん。イワナが2匹。結構釣れてるわね。そしてあと10匹釣れてます。めっちゃ釣れてるじゃねえか。圧巻10個。ゴミだろそれ。ポイ捨て禁止。でも割と釣れたので今日のご飯は困らなさそうですね。やっぱ釣りたての魚はうますぎる。わかりますよ。よし今からこいつらさばきますか。いいとやれ。
これってお前らが来る役で俺らが食べるお客さんじゃないの。どんだけ都合のいい解釈してるんだよ。鳥間勝手に今日のご飯食ったこいつら殺す。何やってるの、殺しちゃダメよ。宿主の優香、なんでよ。今してもらってるのは霊夢の馬小屋で借りた借金を返すための釣りバイトなんだから。あいつら本当にお客さんだったの。お客ですけど。すいませんでした、服舐めます。お客と分かった途端の態度の変貌ぶりがヤバすぎる。お茶出してきます。お前もかよ。てか私たちは霊夢から今日の食料調達だって聞いたんだけど、あわよくばバイト中に食べ物にありつけるかなって。結局一番悪いやつ霊夢じゃねえか。あ、食料調達については嘘ですけど、食べるご飯が一切ないのは事実です。そこは嘘であって欲しかったわ。いやマジでこれどうするのよ。私はマリサを見て腹を満たすことはできるけど。いやなんでだよ、気持ち悪。他の人はそうにもいかないでしょ。いやどんな生物も視覚を生かして腹を満たすことはできないよ。まあ私は最悪雑草でも大丈夫なので。ヤギなの？なんで雑草を食べることに一切の抵抗がねえんだよ。人間に化けたヤギだろお前。私は最悪食べずに死んでもいいので。それは死への決心がつきすぎてるだろ。もうどうしよう、こいつらは飯なくても大丈夫だって言ってるけど、私はこいつらの選択肢真似できねえ。お、敵とエンカウントしましたよ。待て、そうだ、このモンスターたち食べちゃえばいいんだ。じゃあ早速倒して調理しましょうか。いや待って、それだけはやめて。モグラーは調理していいから笑いだけだけは許して。はぁ、ふざけんなお前。モンスター同士のいざこざ起きてる。石でも食ってろ。アリス、マリサ私を心配してくれるのね。石、美味しかった？食べてないよ。てっきりアリスなら食べたと思ったぜ。私もしかして雑食動物だと思われてる？今坊ちゃんの声したからてっきり石美味しそうに食べたのかと。坊ちゃんでも石は食わねえよ。川の中に石がある。ぐしょぐしょ、うまい。石食べてた？坊ちゃんいじり倒しすぎでしょ。ここでポップな曲流していきます。は？なんでだよ。敵に送る歌、みんなも一緒に盛り上がろう。なんだその技、うわー盛り上がるんだけ。僕もなんか楽しい、なんか体が勝手に盛り上がっちゃうぜ。全員盛り上がってる。この技は敵に送る歌で確率で敵を盛り上がらせます。盛り上がらせて何になるんだよ。盛り上がった敵は1ターン行動できません。思ったよりずっと効果強かった。そのうちに倒して今日のご飯にしちゃいましょう。うわー楽しい。敵に送る歌ってそんな強力な技なのね。体が楽しいだけだけだけだっけ。生きのいいキノコね、採集しときましょう。料理するなら炊き込みご飯でお願いします。敵を誘って調理されるご飯の要望してる？待って、盛り上がりが止まらない。自分も自分の歌聞いて盛り上がりそう。やめろ、自分まで盛り上がって1ターン行動不能とか本末転倒だからやめろ。そしてモグラを燃やして調理完了だ。せめてレンジで温めて。コンビニの温め方？決め台詞はまだ悩み中です。決め台詞がそれって頭おかしいだろ。あ、料理になった。あいつ炊き込みご飯になりたかったって言ってたのにソテーにされてんじゃん。あとモグラはパフェになってるわね。どうやらモグラの石で作られたものらしいです。いやあの石結局加工すれば食べれんのかよ。おいそこのもの。いや今度は誰だよ、うちの実況関門緩すぎだろ。ソニーなんですけども。いやゲーム会社の大御所。なんでうちにソニーが来るんだよ、おかしいだろ。それもですね、そろそろあなたたちは任天堂の魔の手によってパーティー壊滅の危機にあるんですよ。割と危機的状況に置かれてた。そこで私と協力して任天堂の暴走を止めていただきたい。あいつは昔から良きライバルであり、同じゲーム業界を支える者として仲間であった。なるほど、つまり助けたいってことなんだな。ちなみに俺はゴリゴリの任天堂キッズなので任天堂側つきます。あ、こら白状者。あ、来ました、任天堂ロゴです。わしは偉大なり、任天堂こそが至高。なんかめっちゃ強そうな母体が。さあでは始めましょうか、任天堂との戦い。また面倒ごとに付き合わされてる気がするぞ私たち。我が任天堂のゲームが最強だということを知らしめてやる。スッパー音楽もいつものボスと違うし、かなり強敵の雰囲気がするわよ。さすが任天堂は伊達じゃないですね。しかしこちら側ソニーも負けてはいない。ふん、ならばそれを証明してみろ。我が任天堂は昔戦前戦時中は花札屋をしていたんだ。なんか余裕そうに自分の歴史語り始めたわよこいつ。今のうちに攻撃を叩き込めばいい。だが1983年で大きく躍進するファミコンの発売で、これがまさにゲームというものを読み知らしめた瞬間だった。その力とくと受けてみろ。いやこいつの攻撃エグすぎだろ。舐めてかかると死に目を見ますよ。てかマリサ一発で瀕死になってるんだけど。マリオ大好き、マリオ大好き、マリオ大好き、マリオ大好き。マリサさん、どうしたんですかいきなり。あの任天堂パンチをもろに受けると、任天堂のゲームに感化されて任天堂キッズになります。いやどういうことだよ。マリオとカービィ好き。あとねー、あとねー、何が好きなの？脳を鍛える大人のトレーニング。いやマリオカービィときて、なんで次がそのゲームなんだよ。いきなり人選ぶゲームチョイスしてくるのやめて。とにかくマリサバナナあげるよバナナ。ドンキーコング？ドンキーコングも面白かったよな。私もドンキーコングは大好き。や待って、よく見るとブスじゃね。それはドンキーコングに失礼すぎんだろ。なんかドンキーの顔見たら冷めたわ。すごい、ドンキーの顔で正気を戻すことができましたね。ドンキーが不憫すぎてもう。とにかくマリサやっちゃってください。ここは魔法使いの私に任せてくれ。火打ち石と内金で火をつけて、ファイヤー。マリサさんのファイヤーそれでつけてたの？ネザー開通できそう。大手のままにネザーゲート作っといたぞ。いや作ってんじゃねえよ。おう、霊夢久しぶりだな、元気してたか。いや誰だよお前。てか動き気持ち悪。
霊夢さんの知り合いなんですかこの方。いや、会ったことはない気がするけど、どことなく懐かしさを感じるのですが、何かこの顔、お袋を思い出しますね。寂しくなったら田舎に戻ってこいよ。急に実家が恋しくなってきた。ホームシック？あのお袋ゲートに帰ってきたし、私も行ってみよう。やめろ霊夢、危ないって。あ、もう行っちゃったわね。いやー、すぐ戻ってきた。なんかゲートに入ったら、やばいところに繋がってました。メガーじゃなかったのかよ。どこなんですかそこ。で、攻撃が。あで、私のところにも飛んできた。しょうがないわね、回復してあげるわよ。お、おう頼むでアリス。いいけど後で何か私とデートしてよね。切れそう、なんか素直に喜べねえ。いいじゃないですか、仲良くなることはいいことですよ。ニヤニヤ。あー、そうやって煽るなら私魔法ケチっちゃうもんね。やめて、大事なボス戦で手を抜かないで。いや、仲間同士でいざこざ起きすぎだろ。ふん、多数で群がることでしか対等に渡り合えない。お前らとわしは違う、わしは一人で最強なのだ。お前が残してきた伝説の数々は確かにすごいが、過去の栄光にしがみついてると一矢報われるぞ。実際に知名度はそちらが上でも、私たちには技術的な面では負けてるではないか。あのお人様の実況で企業同士の喧嘩するのやめてもらっていいですか。100万円やるから黙ってろ。うちは200万出すぞ。どうぞぜひやっててください。あ、今お茶菓子持ってきますね。手のひら返すの早すぎだろ。しっかり買収されてる。ゲームって大人になるにつれて任天堂離れしてソニーのプレステとかに移行しがちよね。かなりソニーのゲームは年齢層が高くても人気を博してるよな。しかし、いつになっても任天堂のゲームばっかやってる任天堂キッズがこの俺ってことだ。別にそれは悪いことではないけど、うつ虫だからしね。うつ虫だからしね。でもそうだ、 GTA とか好きだし、ソニーのゲームもやってます。プレステ好きでも任天堂好きでもうつ主はなんか死ねって感じだよな。どうしようもないじゃねえか。あいつを倒す準備しますね。ソニーお前に負けてはいないぞ。どっちが上とかどっちがすごいとかどうでもいいだろ。それより私たちが団結や競争でゲーム業界を作り上げてきたことに意味がある。あと結論はうつ主死ねだから。え、確かにそれは一理ある。は、なら議論の結果は出ましたね。結論、うつ主は死ぬべき。意味なし。いやいや、おかしいだろ。さっきまでめっちゃいい話だったじゃん。一致団結してゲーム業界盛り上げてこって。それがなんでその結論俺が死ななきゃいけないんだよ。うだうだ言ってないで行くぞ、処刑施設に。え、俺何？この後処刑されるの？うん、この後処刑よ。準備しといてね。いや、そんなお出かけ感覚で処刑行われ始めようとしてるの頭おかしいだろ。とにかくうつ主さんは処刑されるとして王様のところに戻りましょうか。うつ主帰ってきたらお酒持ってきてあげるわよ。いや、処刑されるから帰ってこれねえわ。いや、サンズの川で用意してるから大丈夫よ。死後の世界まで駆け抜けてくれるの？あとなんか美味しそうなステーキがゲットできましたよ。ちょうど食べ物に困ってたし、それメインディッシュでいいじゃん。明らかに主催のみ試してたしね。やっと宿着きましたね。疲れたし、さっさと飯食って寝ようぜ。マリサデートは？お前めちゃ激戦したのにまだそんなことする体力残ってんのかよ。マリサは別腹だからね。お菓子は別腹とかじゃなくて？言葉の使い方がはちゃめちゃすぎるんですけど。絶妙に言葉の使い回し気持ち悪いんだよ。さて、やっとご飯の時間ですね。このステーキ誰食べるの？美味しそうだな。まあ攻撃がめっちゃ上がるので戦士の妖夢が食べるのがいいんじゃないでしょうか。やった、いただきます。で、これまずいんですけど。は？いや、ふざけんな、絶対美味しいだろそのステーキ。なんかちょっとレアっぽくて私は好きじゃありませんでした。ふざけんな、それなら私が食った方が。いや、残ってるんで食べていいですよ。それはいきなりステーキ。業績悪化してるステーキ店やめなさい。そして無事に王様の顔が帰ってきました。これでスマブラの参戦ファイターに入れますね。だからまだ諦めてなかったのかよ。おお、わしの顔が戻ったぞ。いや、顔近い。なんだ、もっと近づけてくれって。仕方ないな。せん。言ってねえよ、しばくぞ。なんかモンスターの時と全然性格違うわね。戻った。おお。じゃあ私のスマブラ参戦よろしく。それはできないけど。え？いや、当たり前だけどね。でもありがとう、ありがとう。お礼にこれを受け取ってくれ。お、なんかくれるらしいですよ。で、1500ゴールド？王様万歳、スマブラ参戦いらないんでもっとください。結局お金が一番嬉しいのかよ。これから勇者にならず王様の下で働きたいと思います。は？いいぞ、時9500ゴールドで雇ってやる。よい、ふざけんな。任天堂戻ってよかったよ。そして勇者たち、また機会があったら王さらばだ。おお、ソニー、元気でな。てか姫がいるのね。じゃあ姫に会ってみましょう。ということで今回はここまで。次回は姫のところからね。ゲーム進行ペース遅すぎてヤバいんだが。はい、現状突きつけないでください。ご視聴ありがとうございました。あ、こら逃げんな。ここでうつ主からのお知らせです。もうすぐチャンネル登録が1万人でワイルド花人になりそうなので、してない人はチャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。そしたら投稿頻度上げろよな。精進します。カッコできるかは不明。今回は王様の顔を取り戻して姫に会うところからのスタートですね。姫ねえ、絶対可愛い姫に決まってるわよ。あ、いましたよ姫が。私はここよ。は？いや、今の声もしかして姫？どっかで聞いたことがあるような。レディーの扱い方、ママに教えてもらいなさい。いや、思ってた違うとベッカムが全然違う。確かに美人なんですけど大人びすぎてるというか。とにかくここで出てくるの絶対場違いでしょ。まさかでヨネッタが姫だなんてね。とにかく話してみますか。こんにちは。動くと死ぬわよ。え、あ、すいません。遠慮しないで。あ、え、動いていいんですか。動くと死ぬわよ。いや、どっちなんだよ。スライム、そんな人がいるんですか。もしかしてニコタンのこと言ってる。確かにスライムでしたしね。そこ見に行けばいいってことですか。惜しいわね。どうやらそうではないってことか。まあとにかくスライムを見に行けばいいんですね。私に任せてください。消えろ。なんで。
この姫とまともに会話成立する気がしないんだけど。まだまだね。いやお前だよ、全く会話成り立たない日本語喋んな。If you need to learn how to talk. だからって英語で喋るのやめてもらえます？私たちのニートピアまともな登場人物はいないの？今さらそれ言っても遅い気はしますが。とにかくベヨネッタ姫、スライム見てくるから安心してよね。あーバーバーゴー、もう頭おかしいからほっとこ。霊夢さんにすらさじ投げられちゃってる。あのただでさえ頭悪い霊夢にすら諦められたら終わりだぞ。何を失敬な子を見えても常識人ですよ私は。常識人は人の使いかけの服を無断で売ったりはしない。いやそんなことしてたの？実は馬小屋の借金返済のために夜やってました。いや何やってんですか。デカ待ておい、これ私の下着じゃねえか。は？私のもあるんですけど。おお、これは高値で買うぞ。俺は10万出す。俺は20万だ、買わせろ。いいね、どんどん競ってって。ふざけんな、人の服で競りしてんじゃねえよボケ。やっぱあんたが一番頭おかしいっすべき。おで、100万で買う。は？いいですね、ではどれが欲しいですか。今の着てるパンツがきつくなったから、その黒いパンツもらっ。私のじゃねえか、とんじゃねえ、クソバカ変態野郎が。お前ら宿壊したからさらに弁償代払ってもらうからな。いや壊したのマリサなんですけど。その前にお前が人の下着を売るとかいう非人道的売買してたのが悪い。どっちでもいいから弁償しないと許さん。すいませんでした。バカなんですかどっちも。てか変な金色のモンスターがいるんだけど、あれは何？そこにいるのはカネピョン。倒すと多くお金がもらえます。これは行くしかないですね。お金の話になるとやけに食いつき早いよなお前。次餌にお金垂らしてたら霊夢連れそう。できれば満札でお願いします。水でふやけてダメになるだろ。ま、見た目全然強そうじゃないですし倒しましょうか。防具とか武器買いますし利点たくさんですからね。有効のスイーツとか服とかが買える。高級茶高級焼肉。ダメだわ、みんな私利私欲のためにしか使おうとしてない。実に醜いね。じゃん、待ってこいつ、クソ攻撃力高いぞ。マリサさん、今回は投資信託という形でよろしいでしょうか。それでお願いします。おいこいつ金の欲しさのあまり投資信託始めようとしてるぞ。時代は投資、FX だよな。絶対その後お金溶けて抜け殻になるところまで見通し聞いてるんですけど。ま、私もその投資手伝いますけどね。いや手伝うのかよ、カネピョンの株式会社に投資するぞ。投資と言いながらファイヤーぶっ放してるんじゃないわよ。20ダメージの投資、ありがとうございます。投資ってダメージ換算なの？しばらく時期が経った後、何倍にもお返しします。やったー。やったーじゃねえよ、つまり今の何倍にも及ぶダメージが後々返ってくるってことじゃねえか。この投資でメリットでしかないんだけど。とにかく厄介ごとになる前に倒しますよ。ちょっと待って、その前に一つ言い残したいことがあるじゃん。オッケー、その2本の大事な情報、27ダメージ投資するぞ。いや、そのダメージ投資システムはもうええわ。で、その情報ってのは？いやー。聞く前に倒してんじゃねえよ。結局大事な情報聞けなかったじゃない。いや、でもかすかに天の声で遺言が聞こえる。連帯保証人にはなるな。って聞こえた気がするぜ。ほんとかよ。マリサは、今日のおかず。じゃあいつ言ってた気がするわよ。言ってねえよ、捏造すんな、しばくぞ。そして最初の街久しぶりですね。確かに結構前だよな、最後に来たの。てかこの詐欺師ママの初期単顔がめっちゃ変わりましたね。もはや別人だろ最初の顔と。ニコタンちゃんがいないの。あのスマイルの子供よね。また今回もしでかしてるのかしら。お願いです、ニコタンちゃんを探してきてください。ってことで次はニコタンちゃんを探す必要があるそうです。やっぱりスライムってニコタンのことだったんですね。多分そうらしいな。じゃあニコタンを。ってこいつが絶対スライムだろ。いや誰がどう見てもスライムこいつね。でもなんか頭が割れてるのは何なんです。ニコタン探しに来たよ。多分ドラクエオークのマップ的にここにいるはず。何を当てに探り回ってんだよ。スライムらしいっちゃスライムらしいのかもしれませんが。でか左上のあいつ誰だよ。どうやらこのスライムを操作してるゲームプレイヤーらしいわよ。こいつ NPC じゃなかったの？めっちゃ決めてんじゃねえか。助けないと。違いすぎるだろスライムのプレイヤー。この実況の掃除で頭おかしい。私たちは一体何を見せられてるんだ。中国の広告でしょ。いやどういうことよ。スライムじゃ全然勝てない。今なら無料100連ガチャができるだって。おお、どんな敵も超楽ちん。無課金でも強くなれる。今すぐゲームをダウンロード。好きな？王道チャイニーズアプリ広告やめろ。真面目に実況するってことできないんですかあなたたち。よ、久しぶりゴズ。うわセクハラ、DV なんでもありなゴブリンたちね。すみなさい。一発で死んじゃうの。ふふ、ゴブリンがやられてしまったか。だが奴は四天王の中で最弱、僕も最弱じゃねえか。何一人でボケて突っ込んでんですか。ふん、まんまと2体やられたか。でも俺はそうはいかないぜ。ほら一発耐えた。だから見逃してくれるとかないですけど。あー。
本当に一瞬で決着ついたんだけど、ゴブリンは最序盤の敵ですから今となっては本当に雑魚敵になっちゃってますよね。全然主人公たちに勝てない。俺もうこんな生活嫌だ。何今ならエスレア確定無料が。もう中国の広告はいいわ。あ、ガチャでエスレアのトロルが当たったぞ。は？何言ってんだよ。早速編成して再チャレンジだ。いや何何また同じ画面が流れてますよ。マジでゴブリンお前何してんだこら。いやトロルに編成し直してもう一回イベントに挑んでるんだけど。だからそれが意味わかんねえって言ってんだろ。この声はさっきと全く同じムービーじゃないですか。はぁ、いやなんなのよこの頭おかしい画面。てかトロルこっちみんな。もしゴブリンじゃなくてトロルだったらの世界戦五分。まあそういうことか。やりたいことは理解できたけど、明らかにこの世の地獄みてぇな画面が映し出されてたけどね。どんな頭してたらこんな画面を作って実況で放映するって考えに至るんですか。助けないと。いやよくこんな図体でかいモンスターに挑もうとするわね。てか普通はこんなビデオねえよクソクラだわ。やめろ。スライムそれはお前だ。こんな奴に挑むなんて無謀だ。それでも僕は挑まなきゃいけない。覚悟。もうどこから突っ込んでいいかわからないから今日はこの線で帰っていいですか。割とマジでありだと思う。普段ボケのお前から肯定されるとは思わなかったよ。今なら無課金ガチャで4人目課金者を超えれるだって。うるせえな。画面とセリフの情報量多すぎて収集つかねえんだよ。まず画面のトロル消せ。実況という概念すべてぶち壊しに来てるんだけどこの人たち。僕には無理です。助けてあげて。いや私たちも無理だよ。勝手に戦闘始めんのやめろ。絶対勝てないでしょ私たち。てかそもそもトロルがここにいるのがおかしいんだよ。っていうスマホゲーム発案したけどどうかな。売れると思う。誰も買うわけねえだろ。とりも1100回くらいしめな。この実況モンスターが好き放題してめちゃくちゃになってるじゃない。本日をもちまして私は実況メンバーから抜けさせていただきます。やめて。主人公であろうあなたが抜けようとしないで。全然勝てなかった。ゴブリンはともかくトロルに勝てないのは仕方ないから。ちょくちょく先に出てくるモンスターが一面に突ってくるのは何なの。絶対ユーカさんが野道モンスターも止まれるようにしたからなんですよね。助かりました。ありがとう。僕はスライムです。ですよね。見たら一発でわかりましたよ。正直今まで出てきたどの登場人物よりかわいそうな目に遭ってますよあなた。そしてベヨネッタ姫が心配してましたよ。姫が僕のことを心配してたの。あの姫顔は美人だけど言動壊滅的じゃない。は、それが逆にいいんだろうが。それよりあの怪物は一体どっちのことですか。ゴブリン、トロル。いやゴブリンだわアホか。ゴブリンは瞬殺してトロルはパンツ渡して帰ってもらいましたけど、あいつらマジ次会った時殺す。僕がいない間にそんなことが。あんな怪物を倒すなんて。どっちのことですか。ゴブリン、トロル。だからゴブリンだわ。トロルはもういいから記憶から消せ。君はすごいんだね。僕には全然無理だったよ。喧嘩が強い奴なんていくらでもいいんだよ。でもな譲れねえもんのためならどんな奴にでも立てつける。お前みたいな奴はそういねえ。東京リベンジャーズのマイキーとドラケンのかっこいいセリフそのまま引用してんじゃねえよ。城に無事戻ってくることができました。なんである人に心配してたよって伝えるだけでこんなカオスなことになってんだか。全く先が思いやられるわ。さて姫に報告しましょうそのことを。カクカクシカジカ。いやお前のその動きなんだよ。ボクシング相手は空気。やってて悲しくないの。死にそうになったからやめるわ。結局虚しくなってるじゃないですか。いや空気が私の周りに酸素なくしてくる技使ってきた。意味わかんねえよ。で今のあれだけで1000ゴールドくれるの。ずっとスライムさんの伝言係のバイトしましょうよ。交代分の報酬もらったらすぐに勇者やめようとしないで。スライムのことは忘れなさい。勇者、お前には婚約者のスティーブ王子がおる。消えろ。めちゃくちゃわかりやすく切れてるんだけど。良いなモグモグ。砕け散れ。あの大丈夫そうですか。私は死ぬわよ。ベヨネッタ。待て早まるな。まだ死ぬ時間じゃない。そうだぜ。私たちもその声を応援するからさ。レディの扱い方まだまだね。砕くぞお前。あーマリサがベヨネッタ姫の言動が意味不明すぎてブチ切れちゃってる。今姫の婚約者がこちらに向かっておる。そうだちょうど良い。婚約者を迎えに行ってもらえんか。私たちはベヨネッタ姫の意向を支持します。そうか残念だ。ちなみにこの依頼を受けてくれないとストーリーは永遠に進まないぞ。はなら選択肢にすんなや。ありがたい。ありがたいじゃねえよ。拒否権実質ねえじゃねえか。姫の婚約者は隣の国の王子でな。国境の山にいるはずだ。山に向かってくれむしゃむしゃ。結局迎えに行くしかないのね。王様を支えるため身体の鍛錬は欠かせません。ちなみに趣味は映画鑑賞です。確かにパート行くぞやむ。こいつ映画館にいた気がするわ。なんか時間あると思ったらそこでしたか。ってことで早速国境の山行きますか。もしかしたらそっちの王子は頼りあってかっこいいかもしれんしな。会ってみよう。ってことで今回はここまで。次回は国境の山の攻略に着手していきますよ。今回カオスすぎて絶対怒られるぞこれ。ここまで吹っ切れた編集してると逆に視聴者も諦めてくれるんじゃないですか。だから何度も言ってるけど万人受けする実況作り諦めんなや。そもそもそれはウプ主の話だけどね。てか待って、今回ウプ主一回も出てなくない。あれそういえば珍しい。ミートピアだとどのパートも絶対出てくるのに。あーだったらウプ主がいないだけでこの動画他の動画より全然マシだわ。今回のを継続していきましょう。実況が破綻しちゃいますって。皆さんこんにちは。花人どうも霊夢さんだよ。
なんだよその死の栄章みたいな挨拶。死の栄章じゃねえよ、死の宣告だよ。遊戯王？結局死ぬのは変わりないじゃねえか。どうやら登録者1万人記念ということでうぷ主さんに変化があるようですよ。だから前回のパートいなかったのね。てっきり前々回のパートで処刑されて死んだのかと思いました。それだったら面白かったのにな。面白くねえよ、うぷ主が死ぬとかチャンネル停止案件だよ。大丈夫ですよ、うぷ主さんの代わりは手配してます。どうも不思議ターだぜ、乗ってこう。誰だよこいつ。この方は不思議ター、うぷ主さんの代理役を受けてくれた人です。本当にこんな奴に代理が務まるの。一発芸行きます。好きなアイドルが卒業した時の反応。うぷ主の動画より面白いだと。俺これに負けてるの。じゃあこれからうぷ主役よろしくな。不思議だ。ウエス、ふざけんな。1万人突破でワイルド花人に変わった俺についてそろそろ触れろや。いやそれより画面に触れてくれない。すいませんでした。ということでワイルドだ。ワイルドになった俺は一味違うぞ。何が違うんだ。サングラスかけてるので表情に乏しいです。実装だと致命的すぎるだろそれ。むしろ退化してない。あとはワイルドなので少し大雑把になります。特にどんなところが。調味料かけるとき小さじ1杯のところを大さじ1杯の量入れちゃうぜ。ワイルドだろう。ワイルドじゃねえよ、ただの塩分型なんだよ。ここでテストエンカウントですね。ちなみに今は隣の国の王子をお迎えするために国境の山を突き進んでる感じです。うわ、新しい敵ですよ。は？なんて言ったんだよ今。どうやらよろしくって言ってるね。突っ込めるわけねえだろ、ハッタ押すぞ。アンダーテイルみてえな喋り方してんじゃねえよ。え？なんだって？やっぱ解読不可能なんだけど。まあこいつ口も目もねえから鼻息語でしか喋れないんだよ。鼻息語？ちなみに俺は鼻ってこともあって聞き取れるぞ。僕も鼻息使えるので聞き取れます。枝豆も聞き取れるの？こいつとコミュニケーション取るときお前らの翻訳挟まないといけないのかよ。個性強すぎて一周回ってめんどくさいな本当に。こっから長い付き合いだけどよろしくな。だってさ、ふざけんな。今回きりでいいわ。え、じゃあ僕は。お前の代頼むかよ。いいからネオンシティに帰れや。ウエス、じゃあ最後にお別れのビート聞いてくれ。何よそれ。さよならだぜベイビー、また会おうネイビー。マジで興奮しちゃった。は？今ので？ちなみにフシギターは今のビートで興奮という状態異常をかけてくるモンスターでもあります。詳しくは昨日挙げた残念なモンスターの解説をチェック。完全かよしねや。一定こいつ範囲攻撃かよ。てか攻撃の時もやかましすぎるんだよ。燃えろ。今怒ってるって言ってたけど何に怒ってたんだろ。実況してないところでしょ。それは視聴者じゃなくて。いやでも前回のトロル編のコメント欄がもうそれでいいよっていう視聴者の意見が続出してたんだけど。もう半分諦められてんじゃねえか。視聴者厳選完了ってやつですか。笑えねえよ、手遅れになってるってことなんだよ。ちょっと待って、興奮が止まらなくて。フシギターのライブチケット買いそう。やめろ、この世で一番無駄な出費やめろ。はい、今度は急になんですか。マリサ、私はもっとマリサの愛を爆発させたいの。ダメだわ、ただでさえお前の歪んだ愛が爆発しすぎて視聴者から苦情来てるんだから。それが私の存在意義でしょ。確かにアリスさん、マリサさんのことにならないとただの常識人みたいな立ち位置にいますからね。ふん、ふん、あ、喧嘩しちゃった。お前なんて知るか。ちょ、霊夢さん、なんとか喧嘩収束させて。不思議ターとまた会いたいな。あ、え、なんだって。ダメだ、不思議ターのビートに心が侵されちゃってる。不思議ターの能力強力すぎだろ。実況に支障出すな。うん、マリサはなんで分かってくれないのこの気持ち。わかんねえわ、今川焼きになってろ。それならたい焼きにしてマリサ。どっちでも同じだろそんなの。同じじゃないわ、殺すわよ。もう私にも喧嘩収束できる気がしないんで、あと頑張って。マジでふざけないでください。私一人でどうやって喧嘩二人組と興奮発情脇に子相手しなきゃいけないんですか。エッチ悪くない。最近実況のストレスで白髪になってます。もともとだよね。もともと髪白かったよね。ああ不思議ター、もうこの人誰か安全地帯に連れてって。やっと私たちの出番ね。正直実況にいろんなやつ来すぎて誰だよって突っ込む気すら失せるんだよな。作ってるのあなたでしょ。はい、搬送しますからじっとしててね。ふ、不思議ターの缶バッジ欲しい。この世で一番いらねえよ、正気に戻って。でここでエンカウントですか。めちゃくちゃまずい気がします。緑ゼリー、今回は目がついてるやついないな。いたら真っ先に殺さないと実況収集つかなくなります。おい、何先に攻撃しようとしてんだ。え、何なんですか。お前にいい格好させるわけにはいかない。別にそれはいいけど、私の愛を受け止めて。それができないっつってんだろ、しばくぞ。誰も私とお前がイチャイチャしてるカップルチャンネルみたいなの求めてねえんだよ。いいじゃない、女同士のカップルチャンネルは新ジャンルだから、この際私たちでカップルになって開拓してみない。そんなことしたら私の寿命が半分縮む。代償が死神のね。なんか想像しいね。どうしたの。喧嘩してるみたいですよ。知らないけど。めっちゃ他人事。いちいち取り合ってたら私死んじゃいますよ。もう死んでるのに。ただいま戻りました。あ、正気に戻ってる。バンシーのトゲ刺されまくったら治りました。それただの拷問じゃなくて。とにかく喧嘩は良くないので治します。え、そんな私たちじゃ止められませんでしたよ。私がアイドルってこと忘れてるんじゃないですか。このラブ&ピースはまさにこのためにあるんですよ。え、そんな技を持ってたんですか。なんかすっきりしたわ。確かにマリサが近くにいて一緒に冒険できるだけで満足だったわね。それはそれで気持ち悪いな。大丈夫、マリサはこう見えてツンデレだから。霊夢、そうだったのね。おい、そっちでめんどくさいこと吹き込んでんじゃねえぞ。霊夢さん、花ロックが飛んできますよ。え？そこいつなんて言ってるかわからない。残念な、モンスターランキング納得いかないってなんでだよ。いや、前の番宣の話引きずってたのかよ。もうええわ。
あ、隕石っていうモンスターがハナロックの先輩なんですね。よくわかんねえけど、何回ラスクから手を抜くわ。あ、マリサさんが拗ねちゃってる。拗ねてるマリサも？かわいい。お前らに魔法打ちで。マリサの魔法受けるのはご褒美よね。もうこいつ無敵すぎるだろ。じゃあマリサにもラブ&ピースを。私にその技使ったらお前を出先で売る。平然と人身売買やめろ。大丈夫、売り先はゴブリンだから。もっとダメだわバカか。スタンバってます。帰れ。とにかく同じ画面が続いてるのでカットします。44ダメージ。むちゃくちゃ火力出てるんですけど。あら、マリサさんがアリスさんにお怒りのようですね。そんな時は二人を同じ部屋に入れましょう。は？何言ってんだこいつ。気持ちが落ち着いて仲良くなりますよ。むしろこういうのって一度距離置いた方が心落ち着くもんじゃないの？ってことでマリサ、カモンカモン。行くわけねえだろ、このナレーターが頭おかしいだけだわ。よし、イメチェンしよう。え？いや、お前はお前で急に何言い出してるんだよ。ちょっと待っててね。そのうちに私の部屋来たら。行かねえっつってんだろ。てかお前がいるの馬小屋じゃねえか。じゃん、それはイメチェンしすぎだろ。髪型変えるとかじゃなくて髪色もすごいことになってるじゃないですか。まあ床屋にバニラミント味でお願いしますって言いましたしね。床屋はアイス屋さんと勘違いしてるバカか。いや、変わらずモンスター住み着いてますよねここ。なんかパンみたいなやつバンシーに押しつぶされてね。ベッド代わりにされてる。あ、でもマリサにベッド代わりにされるならいいわ。ほら私の胸に飛び込んでおいで。はい。いいわね。そうよマリサ、喧嘩なんかせず仲良く行きましょ。気づいてないの？あ、マリサにベッド代わりにされてるなんて幸せだわ。これはマリサの手ね。なんかでか。いや、でかすぎない？って、いやー、これは違う人だったんだし。宿が吹っ飛んだ。あれ、モンスター泊まれる宿ってここらへんじゃ。でなー、おい、これ絶対宿主の勇敢にぶっ殺されるって。大王様大丈夫ですか？いや大丈夫じゃない、助けて。オッケーです、今から宿や爆撃して助けますね。は、イケボム魔王様を助けろ。うすっ、バカー、どんなしてんじゃねー。はい、今絶賛宿主の優香から逃げてる途中です。宿あんなぶっ壊したら絶対切れるに決まってんだろ。どうすんだ。ほんとよ、絶対帰ったら怒られるじゃない。いや、あなたが宿中にぶっ飛ばしたんでしょうが。それは元はといえば大魔王でしょ。何、あんたモンスターのくせに人の上に乗ってるのよ。変態、ぶっ殺すわよ。いや、ちげえよ、あの魔法使いのクソに勝手に乗せられたんだわ。無自覚だわ。大魔王はつくづく変態だな。本格的に消すぞ。ラスボスがぶち切れていらっしゃる。穴掘ってたら雨が見つかりました。いや絶対不衛生だろその雨。てかそもそもなんでいきなり穴掘り始めたんですか。私においで埋まってるもの察知できるんですよね。犬かお前。私はにおいで100キロ圏内ならマリサの場所特定できるけど。お前の鼻って Wi-Fi だったりするの？私も次あなたたちがどこに行くかすべてわかるから先回りして宿運べるのよね。っていうか宿どうしてくれるの？ここここ、これはアリスが。いや違う違う違う、ラストリンコクが。あれ一番関係ねえだろ。おいおい、道を阻む俺らは虫か。あん、あんたらにかまってる暇ないのよ。一定初対面で殴るとはいい度胸してんじゃねえか。うわ、こいつらめちゃくちゃ短気そうですよ。お前らはサンダーでも食らってな。お前らこの俺にサンダー当てやがったな。本当にいい度胸してんな。おい、やばいですよ、めっちゃ怒ってます。肝が座ってんな。気に入ったぞお前ら。違う、気に入られてる。とにかくあんたらどいてください。後ろにもっとヤバい人がいるんですって。いいから誰か弁償しろ。私はしっかり準備します。はぁ、あ、そんな姑息なことしてねえで突っ込んでこいよ。ほらぁ、いってぇ。今度は俺のサンダーの番だぜ。お前ら歯食いしばれよ。あばばばばばばば、一体なこいつ。俺のサンダーを耐えるとはやっぱめっちゃ面白いやつじゃねえか。ますます気に入った。また会おう来世で。次会うとき定期またぐことにならない？あんたも一緒に行ってあげなさい。また会おう1分後に。いやお前だけ転生する速度速すぎだろ。てか別のイカズチ飛んできそうですけど大丈夫そ？ユーカさん、ラスコリニコフがやりました。連れてってください。だからしてねえって言ってんだろ。な、ハナロック。え、なんて言ってるの？お前も聞き取れねえのかよ。うつ主さん、っていなくないですか？いや、あいついなくなったら翻訳できないじゃん。僕聞き取れたから翻訳するね。あり。ねえ、枝豆。え、なんですか？人参いっぱいあげるから大魔王がやってたの見ましたって言って。その条件受けたまわった。ハナロックが大魔王がやってたの見てただって。はぁ、あ。よくわかったわ。じゃああんた宿で詳しい話聞くから来なさい。おいお前、ふざけんなハナロック。なんて言ってるかわかんねえよ。大魔王のバーカ、アーホ、社会不適合者だって。じゃあ行くわよ大魔王さん。ハナロックお前給料出してやるからな。なんて言ってるかわからないからしね。本当に一人一人のモンスターがやかましいわね。戦闘がカオスすぎる。ようやく速度をまたってやったぞ。あと僕らモグラーも来たようにちゃ。なんだこのメンツ地獄か。モグラーてめえ姑息な真似使うなよ。ふふ、使わないよ正々堂々と。ね、ふん、するモグラーの言うことは信用ならねえ。え、なに、この敵たちもしかして仲悪い？確かに性格的に明らかに麻薬だものね。モグラーとか雷雲。回避できる攻撃もかわすなって言うんだよねこの雲。なんで見え見えの攻撃を避けないで受けろって言うんだか。他のモンスターはしっかり相手の攻撃受け止めていた。ズルみてえな行動が気に食わねえ正々堂々と戦えよ。理解できないねその考え方。あら、この石すら避けれないなんてねえ。そうねえ。やっぱお前の言動もうざいから俺のイカズチで倒すわ。宣言していいの？避けれちゃうよそれじゃあ。モンスター同士が喧嘩してるんだけど。仲間同士で喧嘩するのやめろよ。あ、
そうですよマリサ、仲間同士での喧嘩はダメですよ。ニヤニヤ。アリスと仲直りしなきゃだよ。お前らも大概モグラーと同じくれうぜえな。僕はうざくないでしょ、むしろかっこいいまである。なわけねえだろ。やっぱモグラーよりこっちのアイドルとの方が生き合いそうだ。僕は一種族でいいよ。君らクモ族に足引っ張られる筋合いはないね。なんだとてめえこっちのセリフだこら。人様の実況で喧嘩しないでございます。あらら、死んじゃった。ま、僕が敵討ちしとくよ。モグラーの攻撃いて。マリサ、大丈夫？アリス、お前。モグラーなんて私たちでやっつけちゃいましょ。お、ムカムカゲージが。消えた？そうだな、今はアリスにイラついてる場合じゃねえ。モグラーを倒す。お、ここで喧嘩が終わった。ふふ、これを読んでの攻撃だよ、優しいでしょ。絶対嘘だろ、後から都合のいいこと言うのやめろ。ってことであとは任せろ私に。って手を抜かれて言われてもですね。どうした、そんな手を抜いた攻撃じゃ倒せねえぞ。モグラーの攻撃は尺の都合上カットします。では私の攻撃も尺の都合上カットします。そんな、でもカットされてたけどかっこよかったよ。うおー、なんだ、ヨウムの様子が変わったぞ。褒められると伸びるタイプのヨウムさんです。なので HP と MP 以外のステータスが倍増します。え、いやめっちゃ強いじゃん。もっと褒めましょう。ヨウム頼もしい。ヨウム強い。ヨウム可愛い。もう私に任せちゃってください。さらに気分が高揚したので準備します。よ、東方人気投票1位。主人公より人気。調子乗ってんじゃねえぞ。霊夢さん、今日は乗せした攻撃を食らいなさい。褒められて上機嫌になってしっかり準備したのに攻撃かわされるってどんな気持ちいい？ねえ、今どんな気持ちいい？ユータも歌運用してんじゃねえしね。わからん。モグラーの性格の悪さが露呈しまくってるんだけど。人気投票1、ずるい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 。ついでにレイムの人気嫉妬も露呈してるな。じゃあ。やっと終わりましたね。クソ戦闘長かったです。は？いや、いきなり画面真っ暗になったんだけど。はい、実況はテストが1日前なので終わります。はぁ、マジでふざけんなお前。1万人登録ありがとう。ご利用しすんな。ここで動画終わらなかったら単位が落ちてチャンネル停止になるけどいい？もうさっさと勉強してこいかす。うす。でもその前に1万人ということでチャンネル発す。支援紹介のコーナー。どう勉強してないのやばいけどこれは嬉しい。結構前から CM を時々いただいていたんですが、なかなか紹介するタイミングがなくて、今回まとめて紹介することにしました。結構数もあるから早速紹介していくか。まずはウプ主のデメルに関するイラストたちです。うお、すげえ多いなこれは。この中で圧倒的存在感を誇る左上のCMA、これは騒音問題に苦しむウプ主のCMAですね。いやそれどういう状況だよ、CMAがピンポイントすぎるだろ。そして大阪万博のロゴにデメルを合わせたCMA。これは本当にすごい発想だよな。たくさんのCMAありがとうございます。そして次のイラストはこちら。こっち向いたデメルです。こっち向いてる絵面がなんかシュールだな。ここまで見つめられるとなんかちょっと怖い感じもしますね。そしてお次はダイマックスしたデメルです。いや強そうなのか。これはそもそも目玉の戦闘力があまりなさそう、問題がありますねこれは。そして次のイラストはこちら。いやなんだこれ。そしてお次はこちら、ジョイスターのイラストです。いやさっきのなんだったの、え、なんだったのあれは。こういうモンスターの CM も面白くていいですね。お次は6000人記念で、ミートピア実況の実況メンバーの4人が目玉を触っているイラストですね。素敵なイラストありがとうございます。そしてお次は1万人記念で描いていただいたイラストです。たくさんの目玉の上に霊夢が寝そべってるな。このイラストを描いてくれたお花ちゃんさんには他にも2枚の CM をいただいています。すごいモチベーションにつながっているので本当にありがとうございます。いただいた CM は以上です。ちなみに私デメル、ツイッターをやっております。ミートピアの動画のサムネを早めに上げてたりするから気になる人はぜひフォローしてくれな。CMもハッシュタグデメルイラストで募集していますので、書いてくれるよ、という方はぜひお願いします。さて、長くなりましたがそろそろ終わらせますか。チャンネル登録高評価、Twitter のフォローもよろしくな。それではご視聴ありがとうございました。ねえ、アリスさんの好きな人って誰なの？は？わかりきった質問すんのやめろ。言えないよ。厚かまし、なんだこいつら。教えてよ。教えないよ。じゃあいや。唐突に熱冷めないで、予想はついてますし。まあそうね、私の好きな人は決まってるわよね。ゴブリンですよね。はった押すわよ、本当に。ガチギレじゃねえか。アリスゴブリン好きなんだ、お幸せにニヤニヤ。違うわよ、私はいつでもマリサ一筋だから。俺の出番もうコンくらいしかないんだから結婚くらいしてくれてもいいじゃん。何が結婚くらいよ、人生の節目って言われてるくらい大事なことだわ。その人生の折り返し起点の時一緒に結婚しようねマリサ。その時が多分人生の終着点だわ。新鮮じゃねえか。うるせえな、今テスト1日前で勉強中なんだよ、静かにしろ。はぁ、てか待って、ワイルド花人から戻ってるじゃない。本来あいつが勉強する予定だったのにどっかに吹っ飛ばされて、なんか頭良さそうだからって理由でインテリ花人の俺がやってんだよ。確かにちょうどドラゴンの方にぶっ飛ばされて魔王城で支援へ紹介コーナーやってましたね。あいつマジで何やってるの。いやでも最初の時より私たち装備とかレベルとか色々上がったよな。確かに HP とかのステータス増えましたもんね。特に私とかは結構成長しましたよね。お前は最初から今まで変わらずバカだぞ、辛辣すぎる。マリサだって最初から今までまな板で発育してないくせに。うるせえバカだ、そんな短期間で成長しねえわ。いや最初ってのは生まれてから今までってことですけど。お前を松代まで呪う。マリサ落ち着いて。やった、私が松代だから被害規模最小限で済みますね。それはそれで悲しくありません。そうだぞ、それなら俺らが恋愛テクニック教えてやるわ。はい、どなた様ですか。いつもゴールデイの窓割られてぶち切れてる人です。雷さん、あん
んたらはいちいちうるさいのよ。言われてんぞ雷雲 B。 は、俺じゃねえよ雷雲 C だわ。誰でもいいけどうるさいからスタバレ。うわぁ、次に私の身長行動です。あと3時間お待ちください。ディズニーの人気アトラクションの待ち時間か。待てないので雷落とします。いや私関係ねえだろ。むしろ私なんて待ち時間うざすぎてディズニーの休憩エリアでトランプしてましたもん。いいなそれ、次試してみるわ。何のためにディズニーランド行ってるの？その行為に夢も希望も感じないんですけど。まあそうね、ああいう場所はカップルで行くのが楽しいわけであって、霊夢とかうつ主みたいなのが行く場所じゃないわね。なんか取引した気がするぞ。黙れお前は勉強してろカス。私の攻撃行きます。待ちきれない、早くしろ。お客様困ります。てか読むだけダメージの量多くね。俺も待てないからイラつき爆発。じゃあむちゃくちゃ瀕死になってるじゃねえか。それでも私は任務を全うするまで。ああこれを待ってたんだよこれを。いや殺されるの。何言ってるのマリサ、死は救済だよ。わかる。こいつら思考偏りすぎだろ。たくしょうがないわね、回復してあげるわ。あ、スキレベル上がりましたね。このスキレベルが上がると体力全回復する仕様、強いけど割と意味わかんないよな。あるでしょマリサも。私なんてマリサ見てるだけでどんだけ寝てなくても全回復するわ。マリサも私をじっくり見たら回復するわよ。どれどれ、G？ ああマリサがダウンした。なんでダウンオンがフォートナイトなんですけど。今から私がマリサ蘇生するわね。マリサが逃げた。何アリスか殺してるのよ。なんか私が近寄ったら死んじゃった。予別反応がすごすぎる。あ、もしかしてオラモグラーを呼んだ？いや泳ぎじゃねえわ帰れ。正直お前は何言ってるかわかんねえから、一番泳ぎじゃねえわ言語習得して出直してこい。いや鼻息語は簡単だよ。少なくとも今テスト勉強してる英語よりかは全然簡単。どこがだよなんて言ってるかわからんわ。ふふ、オラはわかるけどね、こんな簡単なのにわかんないんだ。モグラーはモグラーでうざいから帰ってほしい。オラも花ロック好きだね。他のモンスターからは毛嫌いされるけど花ロックはそうじゃないからね。あら、モグラーと雷雲はかなり険悪な関係でしたけど、モグラーと花ロックは打って変わって仲良さそうですね。てかモンスターそれぞれ関係性あるってより設定複雑になるわねこれ。本当にいつかこのチャンネルモンスターに乗っ取られるか心配なんだが。君たちの代わりに僕が実況してあげるよ。いやお前らに務まるわけねえだろ。は？なんて？普段お前らも実況してないよねって言ってるよ。確かに。実況しろ。じゃあここ実況ポイントないからカットさせていただきます。え、ちょっと待ってそれは。はい一上がり無理。しかし国境の山ものすごく広大だな。前回まるまる攻略に使ってもまだ先長そうよね。スティーブ王子見つからないね。空気薄いしもう帰りたいんですけど。あ、そうですか。え、じゃあ先に帰れば。え、まあその代わりこの実況メンバーから外れてもらいますけどね。君の代わりなんていくらでもいるからね。もうちょっと頑張ります。おお、会話がブラック企業のパワハラのそれなんだけど。闇が深すぎる。闇とか僕が大好きなもの出すなって。うわ誰こいつ。陰口悪口なんでもござれの超超ポイズンだよ。正直あんたら多分今まで登場してきたモンスターの中で影薄い気がする。言ったこいつ僕が必死に避けようとした事実を包み隠さず言った。あんたら弱いし登場回数クソ低いじゃない。そんなこと言ったらこっちも容赦なく言うぞ。最近霊夢太った。よしお前を心ゆくまで消し殺す。こいつ女性に言ってはいけないランキング1位のキンプを言ったわね今。枝豆こいつぶっ飛ばせ。いやー最近雑草以外のもの食べて体重増えたこと言われたの恥ずかしすぎてお嫁に行けない。どちらかというと雑草が普段の主食にしてる話の方がお嫁に行けなくね。相手からしたらずっと雑草食べてる女性とか NG ですって。大丈夫、私の結婚相手の理想はヴィーガンの人だから。別の意味で理想高すぎだろ。もう残念だと結婚しときなさいよ。あり、なしだわ。やめとけ、あいつは周りには肉食うの反対、動物を守ろうとか言ってるくせして休日とかは普通にステーキ食ってるからな。うわべだけの過激派ヴィーガンかよ。ただただ害悪じゃないですか。そして挟み撃ちしてねマリサ。了解だぜ。お、これまた新しい指揮行動が発動してますね。ダメージもめっちゃ入ってていいですね。そして僕の出番少なくない？ねえ少なくない？体力明らかに少ないから仕方ないわね。だからなんて言ってるかわかんねえよしね。マリサ図書館にデート行きましょ。パチェの図書館から本盗むの手伝ってくれるんだな。いや違うわよ、犯罪に加担させようとしないで。今回は何の本を狙ってんですか？モンスター黙らせ方法100選っていう本だな。確かにその本は大事そうですね。で、デート中に敵とエンカウントとかあるんですか？はお前一人かよ。いやでも今はデート中なので二人しかいませんよ。私とマリサのデートを邪魔するなんて許せないわ。本気で倒すわよ。本当だ二人しかいませんね。いけるんですかこれ。余裕だわ、プライベートにも割り込んでくんなお前。で落ちとはいえ花ロックでしゃばりすぎなんですけど。あ、やっとそれっぽい人がいましたよ。本当に長かったですね。イラ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 イ。もう明らかにイラついてるやつがいるぞ。なんだこいつ。どうやらこの人がスティーブ王子で間違いなさそうですね。いやスティーブってマインクラフトのスティーブかよ。毎回顔が場違いみたいなキャラついてるのなんなんです。スティーブが表情豊かってのも違和感すぎる。遅いぞバカモノ。いやここまで来る
のにどんだけ長い道のりだったと思ってるのよ。うるさい、知るか。早く姫のところに連れて行け。うわぁ、かなり性格悪いぞこの隣の王子。なぜ一人で待っていたかって。別に聞いてねえよ。実は怪物に襲われてな。無心なし死ねし。俺は勇敢に戦ったんだが部下たちが弱すぎたんだよ。くそ、仕方なく一人撤退して。いや、このタイミングでエンカウント、またさっきのデートみたいに花ロックとかでしょ。てはなんだこのモンスター。見た目が完璧にボスにふさわしいビジュアルしてますよ。明らかに強そうな気配が。はぁ、はぁ、私のプリボンちゃんを傷つけないで。リア中に出てきてどういうこと。てかあんたまだ出る幕じゃないって前にも言ったでしょ。ちょくちょく顔出してくるのやめなさいよ。リアプリボンちゃんを連れ戻すために来たのよ。仕方ないでしょ。それが意味わからないのよ。事情を説明して。私が珍しいペットショップに行った時の話よ。いや、なんかいきなり回想始まったんだけど。うわぁ、いろんな珍しいペットがいるわね。ちょっと気が引ける見た目のペットもいますが。てか見てよ、昨夜この翼が生えたペット可愛くない。確かこのペットはグリフォンでしたっけ。私このペット飼いたいわ。いやいや、こんなペットどうやって飼うんですか。あと本当に最後まで責任持って飼えるんですか。もちろん最後まで飼うわ。仕方ないですね。でもさすがに4体は無理ですよ。どれか1体選んでくださいね。そうね、どの子にしようかしら。一見どれも同じに見えるわね。どうやらそれぞれ名前がついてるらしいですよ。そうなの。じゃあその名前で決めようかしら。左からですね。グリネ、グリトニー、グリル、グリ白川くんらしいです。グリ白川くん、全部ネルネルネルネの登場人物の名前じゃねえか。どれにします。やっぱりグリ白川くん。いや、ちょっとこいつは癖強すぎよ。ちなみにグリネとグリトニーは非常に仲が良いらしいですよ。常に一緒にいるらしいです。うんだとしたら一体しか飼えないから離れ離れにするのはさすがにかわいそうね。決めた、グリルにするわ。いや、なんかその名前美味しく召し上がられそうなんですけど。亡くなった時に心を込めて美味しくいただくのよ。愛が超素敵すぎる。ちなみにグリルは基本的に暑い地方に生息してたらしく、とても寒がりなので冬は暖かくしてあげた方がいいですね。さすがグリル暑い方が好きなのね。基本的にグリフォンは暑いところに生息してるんですが、グリ白川くんだけは寒い地方に生息してるらしいです。やっぱこいつだけ異端児ね。とにかくグリル買いましょう。もう一度言いますが、食べないでくださいよ。食べないわよ。ジュリ、慎重性のかけらもない。で、そっから結構の間可愛がって飼ってたんだけど逃げ出しちゃったのよね。絶対食べられる危険察知して逃げたんでしょ。だから食べないって言ってるでしょ。でもなんかおかしいのよね。こいつペットショップで見た時より明らかにサイズが一回り大きくなってるし、羽になんかついてない。ついてるのは目ですね。デミリアさんが見た時ついてなかったんですか。そうね、まあでもグリルも見ないうちに大きくなったってことなのね。いや、言ってる場合じゃないわよ。明らかにこっちに敵意示してるわ。そんな、うちのグリルはおとなしいわよ。こいつだよこいつ、俺と部下を襲ってきたやつ。ほら、やっぱり危ないやつじゃない。こいつみたいに砂漠で襲われて逃げてきたんだ。やべえなそれは。危ないから燃やしちゃうぜ。待って、グリルをグリル焼きにしないで。じゃあカットしちゃいますね。食べやすくカットして美味しく召し上がろうとしないで。ジュリ、夫デミリア、てじゃー、攻撃してきたわよ。どうなってんのよ。おかしい、こんなグリフォンは凶暴な動物じゃないはず。しかも結構強いですよこいつ。でおい、もう1回飛んでくるぞ。2回行動じゃないグリル。てはひゃー、まさかの3回行動。なんだこのモンスター強すぎるぞ。うー、グリル、私はこんなに立派に成長して嬉しいわよ。言ってる場合か、お前をグリル焼きにすんぞ。それだけはやめて。せめてホイル焼きにして。どっちでも苦痛伴うのはご存知。どこかで聞いたことあるわ。普通の生き物でも顔がつくことによって凶暴化してモンスターになるっていう噂を。確かに、どうやらそんな感じはします。はいはい、うちのチャンネルにシリアスな展開求めてる人いないから私にご注目。お前は話の腰折りすぎだろ。みんな愛してるよ。なんだその技って。なんか霊夢が好きでたまらないんだが。は、ふざけ。いや、私もなぜか好きになっちゃってる。ドアリスさん究極のキャラ崩壊起きてます。いや待って、霊夢さん好きです。今からベッド行きましょう。みんなどうしちゃったのよ。どうやら全員を私に対しての好きレベルをパーティ最大の好きレベルまで引き上げるんですが、最大の好きレベルがアリスが抱く魔理さえの行為だから。あ、察し。一緒にデート行かね、10回くらい。いいだろ。霊夢を見てるだけで腹を満たせるわ。今夜は一緒に寝ましょうね。全員アリスの恋暴走発動してシュイシュイ効かなくなってる。この技ヤバすぎるんですけど、実況破綻する。その技絶対できんにしなきゃダメなやつ。なんかすぐに私のターン回ってきたのでアンコールしときます。ふふ、ここは私に任せちゃってください。愛しの霊夢さんのために私頑張ります。ちょっと吐き気がしてきた。トイレ行きたい。こいつが回ってるじゃない。マリサの負担これ承知で分かった気がします。やっと分かってくれたのかよ。バスで後でデートだからな。返さないぜ。いや、何よこの技。グリフォンは落ち泣き。私には通用しませんよ。グリル、あんた私とそんなに会いたかったのね。騙されてるやついんじゃねえか。で今度は何。うわ、いきなりクソ怖い顔してんぞ。私はそんくらいじゃビビらないわよ。俺に挑むとはバカな奴らだ。いや、お前も一緒に戦えよ。いやいや、こんな奴に俺が動くまでもない。うってえ、こいつモグラーとタメ張るくらいうぜえぞ。もしかしてあなたグリルに攻撃しないのは助けようとしてるの。い
いや、そういうわけじゃなくてだな。なんで優しい人なの分かってるわね、あなた。いや、やっぱりそういうことだ。こいつ倒すのはな、ダメだからな。あえて攻撃してねえんだ。やっぱあなた分かってるわね。まんまと騙されてんじゃねえよ。詐欺とかほんと気をつけてね。とにかくグリルを倒さなきゃダメですよ。そんな生かしとく方法はないの。体力禁止まで追い込むので、その時このボール投げてください。それは、マスターボール。救出方法がポケモンじゃねえか。でも正直グリフォンが強すぎて手を抜いてる暇はないので、タイミングはかなりシビアなんで、そこんとこよろしくです。マジでこいつ行動パターンと行動回数が前代未聞の多さよ。マジで1ターン3回行動がバカすぎる。あと攻撃力高すぎる。私体力28なのに22削れるってどういうことよ。おい、まだ終わらないのか。そうよ、早く HP を削りなさい。傍観者が過ぎだろ。黙って傍聴してろ。このファイヤーでグリル焼きになれ。オラ、あんまり刺激するとかえって後が怖いわよこれ。ちょ、私きつすぎるから回復するわね。で、それ回復量足りてないです。いや待って、こっちに来てる。ふふ、こっちがむしろ瀕死じゃねえか。あー、レイムよくもレイムさん。これ死んだの初めてだとヤバすぎる。敵討ち、うー、絶対に許さないよ。大敵討ちで攻撃か。私もやるぞ。お前当たってないじゃねえか。泣いてるから一定確率で攻撃外しちゃうんだ。お久しぶり。私の出番久しぶりすぎない？確かにそうですね。霊夢が死んじゃったわね。らしくないわ。まあでもこのゲームの仕様上、HP がなくなれば死んじゃうから仕方ないわ。そうなるともうおしまい。戦えなくなっちゃうわ。しかし、なんと命の振りかけで復活させられるのよ。なんだそれ強。命の振りかけは貴重よ。大切に使ってよね。ふふ。これまたすごい振りかけね。ちなみに私はもう冬眠に入るから。は？いや、ふざけんな、何言ってんだよ。だってもう冬になるじゃない。私は冬になったら冬眠するから、あとは頼んだわよ。おい、しっかり神様の仕事全うしろ、山手。いなくなったわね。あいつ春になったらしばく。そのうちは私が神様を担当するわね。お前にその役が務まるか、アホ。わぁ、すまんかったって。だからそんな悲しい顔しないで。ってなんで命のふりかけ使わないんですか？はい、この時命のふりかけがステージ攻略したら復活するの知らなくて、イベントがない限り復活しないものだと思ってたので使ってません。ほんまアホかこいつ。ってまた怖い顔だ。でもそんなのにはもう復しませんよ。怖すぎる、動けないわ。さっきはこらえてたのに。こう見ても私も乙女よ。瀕死にされてから怖いのよあいつが。お前乙女だったらそこら辺のアリンコも雨乙女だぞ。ちょっと何言ってるかわからない。ガクガク。ちょ、シャレにならない状況になってきたわね。霊夢は死んでるし、ヨウムは泣いてるし、アリスは恐怖で動けんしで、かなりヤバい状況だぞ。強すぎるグリルが。仕方ないわ、グリルをやっつけちゃって。一体いいのかレミリア。キャーやめて。相手はモンスターよ。もう私の知ってるグリルはいないわ。霊夢さんの敵討ちでたっぷり泣いたので、嘘泣きは通用しませんよ。準備満タン、本気で切ります。私も手伝うぜ。短い時間だったけど楽しかったわグリル。楽しかった思い出が蘇ってくる。いやグリルと何してんだよ。いやグリルと銀行強盗してたのよ。感動を返せ。恐怖克服、さよならグリル。またどこかで。グリル、俺たちは一体何を見せられてるんだ。知らね。お前だよ。あれ何これ、どうなったんですか。てか何ですかこの悲壮感漂う BGM は。うちのチャンネルに似合わなすぎる。で、グリル、しっかりグリル焼きにされてる。まあこいつにとっては名前の通りグリルに慣れて本望なんだろう。いやどう考えてもなりたくはなかっただろ。グリル、あなた本当にグリルになっちゃったのね。私が美味しくいただいてあげるわ。グス、別に食べることには抵抗がねえのかよ。って何この札。うおーおーおー、我ながら見事な剣さばきであった。は？こいつどんだけ状況把握力ないんだよ。人間失格じゃないですか。太宰治？書籍じゃねえよ。大城が見えてきた。ベヨネッタ悲鳴。愛しのスティーブがすぐ参りますぞ。後であいつスマブラでベヨネッタの即死コンボ食らわす。どんな報復措置なんですかそれ。グリルじゃない。いやなんだいきなり。なんか名札みたいなのが落ちてたのよ。それ確認したんだけど、グリ白川くんって。今のグリフォングリ白川くんだったの？まあそれはそれで悲しいんですが、今のはグリルじゃないってことなのね。そうね、私のこよなく愛したペットのグリルではなかったみたい。じゃあグリルは別のところにいるんだな。多分そうね。でもきっと元気にしてるわよグリルなら。こっそり来ちゃった。ショータイム。いや動画開始早々から私たちは何を見せられてるんだ。不倫現場みたいになってるんですけど。マリサ不倫したの？してねえし、お前が不倫したとか言える関係性でもねえよ。ベヨネッタ姫。待って、ここで前回のスティーブ王子が。あなたのスティーブが参りましたぞ。ってはあ。え？おいこれ結構ヤバい現場じゃないか。いやヒルドラみたいなドロドロした展開、私ワクワクしちゃう。言ってる場合か。お前、お前。ヤバい、これには王子もブチギレです。修羅場すぎる。殺せ！こいつは殺さないと。ベヨネッタ姫とどういう関係だ。君こそ誰だ。あの止めた方がいいんじゃ。マリサ、こういうのは傍観が一番いいのよ。お前の性格が良くねえなそれは。俺は姫の婚約者だが。君のような男にスライムいっちゃえ。おいバカ持ち上げんな。ベヨネッタ姫は任せられない。生きた。なんだと。これまずいマジで止めよう。はいはい雷部もこっちに来て。は？ブス呼び出されたぜ。コラバシバシの雷だ。ふざけんなエフェクトで盛り上げんな。ついでに俺の炎も増加。ふざけんなや。ちょ煙臭い。
ブルースカ、ちょっと待って、炎強しすぎて消せねえ。バカ野郎、前田城が燃えてるぞ。風だ、水、アホくさ。とにかく消火完了しましたね。エフェクトとしての炎で本当に城燃やすやつがあるか。こんな男がベヨネッタの、僕は絶対認めないぞ。なんだこの男は、俺の婚約者のベヨネッタとベタベタしやがって。あのこいつに関してはマジで動く騒音。なんでこんな姫を好きになってしまったのか。まったく三人とも取り乱しおって、落ち着きのみで落ち着かせてやるか。ゴムゴムのみ？ワンピースじゃねえよ。そなたちょっと使いを頼まれてくれ。てかそういえば霊夢さん今回一言も喋ってなくないですか？グー、スピー、グー、スピー。実況中にお眠りしていらっしゃる？こいつあの修羅場と騒がしさの中で寝てたのかよ。メンタル強すぎる。なんとか誰か起こしてくれ。先にお礼渡しとこう。は、お金。やっぱお金のことになると過剰反応するんだな。てか実況中に寝るとかありえないですよ。いや、ウプ主がいきなり投稿頻度上げるもんだから実況と解説多すぎて寝る時間がないんですよ。あ、寝ててどうぞ。よし、いやよくねえよ。実況事情闇が深すぎる。さあじゃあ森お口に今度は行くんですね。いやでもなんか横にいませんでした。なんかかねて鬼に似た何かがいたわよ。あ、こいつですよこいつ。え、業務の親が殺されたやつがこいつ。いや話が飛躍しすぎだろ。エルフの飛躍かよ。そんな突っ込み方聞いたことないんだけど、ユニコ様に今日のお使いで頼まれた食材がこいつです。こいつがお使い内容なの。いやユニコ様に、これ今日のお使いメモだから頑張って買ってきてね。って渡されたメモの内容が、アジションとしか書かれてなくて。何それ、頭おかしくなりそう。でも多分こいつのことですよ、つけちゃいましょう。こいつ本当に食材なのか、食えるように言えんのだが。もう前回のグリ白川くんグリル焼き出したら、別の意味でより食えねえだろあれは。てか前回の唐突のシリアス展開には誰もついていけてないって私が断言してあげる。本当にあの終わり方は常軌を逸してる。だって動画1から見返した時の俺ですら理解できなかったもん。お前すらできなかったら誰も理解できねえよ。アンコールタイム。よしじゃあ私本気出しちゃおっかな。いいわね、ついでに私も本気にさせて。いやその言い回しマジでやめろ。ライトニング。って何、私の本気のライトニング食らっても一体も倒れないのか。相手だことは思えない硬さしてますね。ここは慎重の私にお任せを。必殺、確実にとどめ。なんだその明らかに不足良い技は。僕はビーガンにこよなく愛されるアジション。でも待って、よく考えてみて。何こいつこっちに語りかけてきてるんだけど。これまた個性強いモンスターね。動物にも心はある。必死に生きている。だから野菜だけ食べようって言ってるけどさ、僕ら野菜も必死に生きてるし、僕にだって心があるんだよ。野菜も必死な訴えかけ。だからお前らは肉も野菜も食べないで飢え死にしろ。どんだけ無理難題の要求してるんですか。とにかく私のお使いの内容は、アジション、あなたです。320円です。了解しました。生きるのを諦めて品物としての金額請求してるんだけど。これが弱肉強食の世界、恐ろしいわね。あ、本当にあいつ野菜落としてる。そうよこれ、これを待ってたのよ。あ、ゆゆこ様、アジションですよ。待って私間違えたかも。アジションじゃなくて味の素だったわ。まさかの化学調味料の方。なんで味の素だけ頼んだんですか。味の素つければ何でもうまくなるのよ。わかる、俺もカップ焼きそばに味の素容器3分の1までかけて食った。もう味の素だけ食ってろよお前。じゃあ味ぴょんじゃなかったんですね。だとしたら完璧に味ぴょん無駄死にじゃねえか。お、は、まさかこいつ。じゃあ味ぴょんも今日から家事手伝ってね。しごもなを異様に使い回されてる。殺して、誰か僕を殺してくれー。はいはい、味ぴょんちゃん行くわよ。あー、味ぴょんの一生が惨烈すぎる。そしてさっきのすごい修羅場だったね。スライムさんキレてたね。スティーブ王子は本当あれだね。クール、お前は城に戻ってろカス。みんなもマインクラフトやろうね。番宣のタイミングが絶望的に下手。あの人が婚約者って。ベヨネッタ姫かわいそう。まあベヨネッタ姫も明らかに言動に難ありですけどね。言動に関しては難しかない気が。おっとここでテクトエンカウントしていく。割と道中の敵だけでも尺取られるんですよね。はじめまして、私ペロリーナっていうの、よろしくね。ここで新しい敵ね。こいつは見たことない見た目ね。ふふ、あなたたちってさ、モンスター倒して捕食してるでしょ。いやまああんまの道ではないですが、そうですね。じゃあ試しにあなたたちも捕食されてみない。いやー、ベイムが食われた。今非常にショッキングな映像が流れたんですけど、モリモリだったじゃん。衝撃的すぎる。こっから出して、うわ行動できねえのかてか、なんだこの映像。見せつけてきてるんですけど。これで少しはアジピョンちゃんの気持ちわかったでしょ。叩き落ちってこと。いや私アジピョンちゃん大好物で試食だったから、取られたのがムカついてるだけよ。お前も食ってんじゃねえか。てかこのモンスターの見た目や行動に関してはさ、モンスターみたいなキモさがありましたね。いやマジで死ぬかと思った。唾液まみれになってるんだけど。あのモンスターだけは二度と会いたくない。トラウマになってる。そしてそんな間に私は新しい技を覚えたぜ。エクスプロージョンって明らかに強そうな魔法ですね。だが消費 MP 高いし、敵4体以上じゃないとライトニングとかの方がいいから、使い道は狭いかもしれないぜ。宿だ宿、早く城に入りたいんですけど。ちなみに宿には風呂がないわよ。は、ふざけんな。いや最初からそうだっただろ。え、じゃあマリサとか風呂入ってないの。さ、しっかりそこら辺の川で水浴びしてます。それを除くのが私の人生の至福です。いやマリサちょっと強く殴りすぎよ。今回は私じゃねえよ。え、じゃあ誰よ。邪魔だ、どけどけ。え、言った、誰よ、あいつ許さない。なんだろ、見たことない敵だったな。ってなんかめっちゃ横切ってるぞ。大魔王がいろんなモンスター引き連れてどっか行ってましたね。ピクニックとかじゃないですか。だとしたら大魔王どんだけアットホームなんだよ。
ってそれは前回のグリ白川くんローストじゃないですか。姉さ、誰か食べて。無理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 。どうやらこの料理攻撃と素早さが上がる。ヨウム、ゴー。いやだー。皮肉にも美味しいです。美味しいのかよ。それは良かったわね。うわただし後味は最悪です。あ、臭みがちょっときついか。罪悪感という臭みがあります。そんな料理絶対食べたくない。やっぱ野菜は苦手だわ。でも待って、この味ぴょんの野菜全ステータス上がりますよ。めちゃくちゃ野菜強いじゃないですか。マリサは野菜苦手なのね。まだまだお子様ね。でまっすー、結局お前もダメじゃねえか。アリス、次からファミレス行った時キッズメニュー以外禁止な。君の水罰やめて。いやでもマリサとファミレス行ける時点でご褒美。多いな。なんかアリスが暴走してる時にあのモンスター呼んで横切らせるのありだな。ダメだわ、普通に痛いのよあれ。すいません、今たくさんの私の部下が横切っていきましたが大丈夫でしたか。お、なんか明らかにインテリみたいなやつがいるぞ。お、インテリデビル、お久しぶり。インテリ花人か、元気してましたか。無事テスト死んだけど元気だよ。物理が赤点だったけどね。それは元気でいる方が異常だわ。もっとへこんで。まあやっぱインテリ同士仲良いんですね。そうですね、でもすまないが今は忙しいからまた別の機会で話そう。ちょっと待ちなさい、あんたらの部下が私にぶつかりまくってきたのよ。そうですか、それはうちの部下が申し訳ない。代わりと言ってはなんですがこれを受け取ってください。は？許す許すわインテリデビル、むしろこれからもよろしくね。では私はこれで。なんでお前がそんな写真持ってんだよ。また会いましょう。絶対お姉主に悪いじゃねえか。待てごら殺すぞ。インテリデビルはむっつりスケベってことですね。いやヘラヘラ言うことじゃないですよ。マジであいつヤバいですって。あいつ次会った時消し飛ばす。え、礼儀よくていいやつだったじゃない。いや外面はいいけど絶対あいつ裏の顔ヤバいだろ。まあそんなことより風呂ですよ。風呂ペロリーナに食われてベトベトなんですけど。だから宿に風呂ないって言われただろ。ないなら作ればいい。え、まずテストで死んでる一日を追っ払うじゃん。落ち込んでる人を追い出すにしてはオーバーキルすぎる。そしてここに風呂を召喚。いやそのレトロピューターなんでも出てくんじゃん。あとは熱風こっち来て。お、また俺になんか用か。熱風を起こして風呂の水温めろ。熱風にそんな役任せられるのか。でもまあガス通ってないので温められませんし任せるしかなさそうですね。お前の炸裂熱風で温めろ。よっしゃー、やったるぜー。ドラさて絶賛宿が燃えてる最中ですが冒険に進みます。絶対ユーカブチギレてるだろこれ。これを機にモンスター入れるのやめてくれればいいんですが。まあそれはなさそうだから諦めた方がいいわね。お久しぶりだけ。今回は4体だけで来ただけよ。4体もいるじゃない。4体、あーそうだ4体ならちょうどあれが試せるな。お前らで試せるなんて最高だぜ。なんだっけその社会不適合者の不適な意味は。エクスプロブン、これだけで死ぬの。いやその技強すぎだろ。あと笑いだけの出落ち感半端ないんですけど。ちなみにこれが簿記の最後の登場です。最後の登場があっけなさすぎる。最後にだけ、笑いだけ、笑いだけでたけだけしく生きていく。それだけを抱ければ、簿記の人生花畑、だけを。どう簿記の最後の別れの挨拶。感動した。いやどこがだよ。文学賞も夢じゃないわ。夢だわ、遠く儚い夢で終わるわ。敵とのエンカウント、多いですね。モンスターが実況割り込みすぎてどうしようもない。で、いやー、私もう帰ります。ここでペロリーナの再来ね。宿燃えたのもこいつのせい。それは飛び火しすぎだと思う。ちなみに宿の炎が私のところまで飛んできたからね。本当に飛び火してた。では罰として食べちゃう。じゃあ他の人が食われてるのもヤバい。まあいいか。まあいいか。その状態でそれ言えるのどんだけメンタル強いんですか。もしくは相当なバカな可能性ありますよ。ねえはいいから早くここから出してくれ。でもまあいいならあそこにずっといてもいいってことですよね。よしじゃあこのモンスターたちスルーして進みましょう。強がったのは悪いから助けて。はい、マリサ置いてったら自力で出てきました。もうお前らと冒険するのやめる。わあ置いてったの悪かったですから許して。落ち着きの実をみんなが食べたら世界から恐怖も不安もなくなるのかな。え、確かに怒りや悲しみさえも抑圧できそうですしね。急に何を。落ち着きの実を見つけたらさ。うん、見つけたら宿屋で栽培して世界にばらまいて。いややってることが大麻なんですけど。確かにバレないように自宅で栽培してる人いますからね。みんなを自分の思いのままに。怖いよやめて。なんちゃってアハハハハ。正直マリサならなんか危ないキノコ自宅で栽培してみんなにばらまいてそうですもん。いや偏見すぎるだろ。してねえよ。呼んだ。呼んでねえよ。どうやら王様によると落ち着きの実はこの辺に落ちてるって聞きましたけど。結構これ探しに行くだけでも時間取られちゃったな。あ、ありました。多分これですよ。草むらの中にあったんですね。よしこれをさっさと取ってあの修羅場を落ち着かせに行きましょう。急ぎお前遅刻だぞ。急いで最小の城に向かわないと。確かに俺ら二人だけ遅刻だからね。笑えねえよ。今なんかデビルが話してなかったか。急いで最小の城に向かわないとって言ってましたけど。いや待って、なんであのインテリデビルの部下が最小の城に急いで向かってるんでしょう。確かにあいつらモンスターだぞ。城に何の用だ。えへへ、マリサやっぱ可愛いわ。インテリデビルからもらった写真見てんじゃねえよ。って待って、その写真の裏なんか書いてあるな。え、あ本当だ。なんて書いてあるんだろう。インテリデビルメモ、勇者が落ち着きの実のお使いを頼まれてる時に本計画は決行。大魔王が最小の城に侵入して姫の顔を奪う。そのために朝暮れデビルを実行犯リーダーとしてデビル複数体を動員。朝暮れデビルは王様の足止めを、デビルは悪魔の塔の道中の決められた位置で姫の顔を持つボスを警備する。本計画では私ことインテリデビルは出動はせず命令や点呼だけを行う。てこれさ、つまりどういうこと。細かいことはわかりませんが絶対に最小には危ない。
とにかくさっさと城に戻りましょう。お考えします。その前にしっかり準備ですよ。落ち着きを失ってはいけません。確かにそうですね。慎重に動くべきでしたね。弁当とあとしおりと、あ、お菓子は300円分。ピクニックの準備じゃねえか。見直した私がバカでした。業務はほんとバカだね。いや、お前のバカさに呆れ返ってんだよ。何事もなければいいんだけど、どうかしら。でもなんか暗いですよ。中うっぱなんだこれ。めっちゃくっちゃじゃねえか。相当荒らされてるので襲撃って捉えていいのでしょうか。もしかしたら宅配の人が来ただけかもしれませんよ。だとしたら宅配の人はバレすぎだろ。王様たちは無事なのかしら。てはここは通すわけにはいかない。なんだ城の中に敵がいるぞ。こいつどっかで、あ、そうだ、前回の遅刻してたやつ。なんで遅刻したことバレてんだ。とにかく俺はここで警備してるデビルだ。遅刻したのもあって悪魔の塔に配属されるはずだったが、急遽補足デビルとここの守りをすることになった。トリム、あんた倒さないと進めないってことですね。よくわかってるな。今までのモンスターは知らんが、俺は大魔王の忠実な部下。おふざけは一切なしだ。てか今までのモンスターが有効的っていうか、ふざけすぎなだけなんですよね。そういうことだ。ウルトラデビルアタック。いや、痛いけどもっといい技名考えられなかったの。え、これがどう考えても最強にかっこいい名前だろ。ネーミングセンスなさすぎだろ。え、マジで。もっといいって例えばどんなのだ。そうですね、江戸の洞窟とかどうですか。痛い。痛すぎだろ。完全に中二感溢れててんじゃねえか。かっこいい。バリバリ気に入っていらっしゃる。それ採用させてもらうわ。早く俺のターンにしてくれ。めちゃめちゃウキウキしてるじゃない。トリム、私のターン終わったら行ってじゃあ。デビル、お前もなんだかんだ悪いやつじゃなかったよ。哀悼の言葉。やっぱりうちのモンスターどこか敵らしくないの。なんなんでしょう。さてさて、王座の間に急ぎましょう。そうだな、これモンスター普通に中にいるのやばい。って待って、なんかまだいませんでした。く、無念。なんか 3DS さんがぶっ倒れてる。まだデビルいるのか。てかあのデビルめっちゃこっち見てきてない。おらこっちに早く来いよ。どうにか無視しておく。進みたくないですか。いや倒してけよ。絶対 3DS さん危ないじゃない。頑張って素通りできたりしませんよね。結果は分かってたわ。姑息なことしないでちゃんと戦え。俺の名をなぜ知ってる。え、俺の名前は姑息デビル。さっきはよくも遅刻デビルを倒してくれたな。敵討ちといこうか。痛いけどそんなんじゃ私は倒れませんよ。何が姑息か知らんが本気でぶっ飛ばすぜ。俺はインテリデビル先輩から勝てる方法を教わってきた。それはこれだ。は、マリサの写真。なんでてめえも持ってんだよ。攻撃しなければこれあげるよ。おいアリス、あんな手には乗んなよ。マリサの写真、欲しいから攻撃できない。は？はい、引っかかった。俺の攻撃食らっとけ。ふざけんなアリス。確かにやってること姑息すぎる。ので成敗。うわぁ。今回完璧に私の弱点疲れたわ。やるわね相手。お前が相当頭悪いだけだと思うぞ。取り巻き遅刻してきた2体の門番はやりましたね。それぞれにデビルにあだ名がついてたし、結構可愛がられてるのかもね。あとここでひざまずいてる兵士たちは大丈夫なんでしょうか。ひぃー、来ないで許してー。ビビり散らしてるじゃんこのいい兵士。敵の侵入を許してしまいました。相手は見たこともない巨大な化け物でした。多分魔王がここに襲撃してきたってことですよね。たたた、助けてー。うわ、もう襲われてるじゃない王様が。早く倒してまおうぜ。その前に他の兵士に話聞いてみましょう。いや、やっぱり場合か。私の任務はただ一つ王様を支えることです。怪物と戦うことではありません。は？いや、使える兵士なんだからそこで棒立ちしてないで助けろよ。体を鍛えてはいるものの戦いは苦手なのです。どうか王様を助けてください。どうやら兵士は全員戦えないらしいので、私たちでやるしかなさそうですね。なんかこいつだけ色気がくない。あ、てめえらかうちの大魔王をコケにしてるやつは、ぶっ殺してやるわクソ野郎ども。うわっちわっち、やさぐれデビルって、名前からして明らかに性格に何ありそうだもんな。ふん、俺はそこらのモンスターとは違え、お前らと友好的な関係を築こうなんと1ミリも思わねえ。だから遠慮なく本気で来いよクソ野郎ども。これはある意味初めてね、完璧に敵の性格してるわこいつは。ならばこっちも倒すまで。舐められたもんだぜ、容赦なくこっちもぶっ殺してやるわ。首を洗って待っていろ。じゃあ風呂入ってきますね。本気で首を洗ってんじゃねえよカス。とにかくこれどうします。敵は今までとは違って撮影向き出しだからかなり警戒して戦わなきゃダメそうね。俺は生前人間の醜さに触れまくってきたからわかる。実に人間は欲深く、そのためなら他人などに知らず怪物になった方が自由に個性を認められ羽ばたける。だからどうだ、お前も怪物にならないか。鬼滅の刃やめろ。赤坂よお前。仕方ねえな、俺が人間の内なる秘めた醜さを引きずり出してやるよ。サタンの打つ手に。何、ギリギリ正気を保ったぜ。いや何よあの技怖いんだけど。とにかく変なことされる前に私が倒します。最高火力のジャンプ蹴り。は、82ってどんだけでかいダメージ出してんだよ。それでも相手耐えるって相当ね。お、新しい引き行動手助けに。手助けしてやるぜ。ふん、手助けね。それも所詮結局は手助けしてる自分にうぬぼれしてるだけ。他人のためってのは二の次なんだろ。こいつの性格マジでやさぐれすぎだろ。少しは燃えて頭冷やせ。ならせめて老血攻撃にしろや。さてやさぐれの体力は。ってまだ半分も削れてねえじゃねえか。あの最大火力食らってもまだ半分切ってないんですか。もう諦めて帰ります。いやダメだわ、何言ってんだ。今夜は返さないぜ。お前に言われるの寒気すごいな。今夜お前を殺害したら離れ離れになることないぞ。よかったな。重度のヤンデレ素質あるのやめてくれない。やさぐれのヤンデレとか需要なさすぎる。またまた慎重で準備しますね。死ねよ。いってー。リヴァイアさんのうつせみ。
だからその中二感すげー技なんだよ。ってはえへへ、ずるいですよねほんと。あんたらはいつも実況で目立てて、私なんていつもツッコミに回ってるせいで風とキャラが薄いって言われるんですよ。やばい、なんかめっちゃ嫉妬されてるわよ。俺が人間の醜い感情を引きずり出したんだよ。見ろよ、嫉妬の念で飲まれてやがるぜ。俺見てるのはいいが俺の攻撃来るぜ。ベルフェゴールのうつせみ。えへへ、霊夢も持っていかれた。結構まずいわよこれ。なんか何も動きたくないですね。働きたくな。なんかさ、社会のために動くとか起きたくない。やべえ、こいつは怠惰の念に飲まれてやがる。ほら見ろ、人間の醜さが体現されてるじゃねえか。これは安全地帯使わなくちゃダメそうね。えへへ、これは人間の醜さを知れる教育的コンテンツになりそうですね今回の動画は。いいなそれ、どんどんやっていこう。いややだわそんな教育的コンテンツ、子供泣くぞ。ずるい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 。いやお前はどうした。霊夢さんばっかり注目浴びてずつ、私も主役になりたい。確かに霊夢の主役のマイクラあったらしいけど、キャラ薄すぎて編集進まないって理由出てないもんね。じゃあ霊夢さん、今一番触れちゃいけない禁句触れましたね。ぶった切ります。醜い醜い、お前ら仲間割れやめろ。傑作だな、人間の醜さが目に見える。ウケるって感じですよね。笑えねえよ。何もやる気しない、才能ないから仕方ないね私って。何自己嫌悪に陥ってんだよ。じゃあ私がその勝手。じゃあにひひ、おい霊夢何やってんだ。ベルクイは撃たれるってことわざあるだろ。何か挑戦しようとする奴に対して何も行動しねえ奴が叩きまくる世の中なんだよ。うわミミック、ミミックすぎてミミックになりそう。それはどういうことだよ。てか状態異常が相当ヤバいわよこいつの。確かにゲームの効果としては受けた本人行動負荷で確率で味方も行動できなくなるし、イライラもたまる。そして実況の弊害としては7つの大罪の1つの欲が爆発して収集つかなくなるっていう支障がある。お前ら一回全員俺の状態異常受けてみろよ。そんなことになったら実況破綻しちゃいます。アヨームが元に戻ってる。おいよそにすんなっつってんだろうが。そして欲深き者に制裁を。攻撃力も普通に高いんだけど。とにかく意地悪っていう状態異常が実況に弊害を見まくるんで、早く倒した方がいいです。そりゃあ人間の醜さなんてみんな普段隠してるからな。それを今回は俺が暴いていこうっていうのが今回の動画趣旨じゃないのか。自分よ勝手にチャンネル方針決めんな。やさぐれデビルの醜いチャンネル、誰も見ねえし登録しねえよバカか。その動画絶対醜いですもんね。はそのギャグつまんな。いやギャグで言ったつもりふっふー、待ってやっぱ面白い。すごい浅すぎんだろ。自分のギャグで笑ってるのっぷわ。わかる、どうしたこいつ。下バレ。皆さんこの一瞬だけ全員やさぐれデビルになってません。ムカつくからやさぐれデビルにやつ当たりです。俺関係ねえだろ。もう一丁。おい聞いてんのか。いってーマジ許さねえ。アスモデウスのうつせみ。別個の技は。マリサ、はあ、はあ、マリサとベッドであんなことやこんなこと。うわ一番気持ち悪く。どうだ見にくいだろ。見にくいです、人間は見にくいの分かったからさっさと直して。勝手に独断で認めんなボケ。正気戻りなさい。ビンタ、は、お風呂のマリサは。もうそいつには往復ビンタ何発も打っとけ。よい、ワーホーがオタックみたいになるからやめて。ヨウムの戦士にビンタって技あったんですね。ち、ただの暴力じゃねえかそれ。それは確かに同意しかねない。でも私のビンタで正気に治るのでかいですよ。これから戦いじゃない時もアリス暴走したらビンタよろしく。それだったら私1日200回以上ビンタされなきゃいけないじゃない。どんだけ暴走する見積もり多いんだよ、少しは抑制しろ。てかそろそろやさぐれデビル倒れろよ、お前との戦闘額すぎるんだが。俺もおめえらを早くぶっ殺したってたまんねえけど、やっぱ人間の醜さを露呈させていろいろ破壊してからじっくり恐怖と絶望を噛み締めてもらいながら殺してよな。ダメだこいつ、性格低いようがないから早く殺せ。なんでこいつだけこうなっちゃってんでしょう。インテリデビルはあんな礼儀正しくて。いやあいつらの顔やべえだろ。デビルは可愛らしいところがあって。いやあいつらも姑息な手使ったりやりたい放題だけどな。うつ主はキモって。それはどういえ死んでくる。あー、うつ主さんが自殺志願者になってる。別にあいつ死んでもよくね。確かに。いやそこだけは否定してやれよ。ルシファーのうつせみ。こいつまたこの技を。ふん、私がいるから実況成り立ってんですよ。頼む脳たちにはできない芸当ですから。これはうわめっちゃ傲慢になってる。とどめ。クソだーが人間の醜さは消えないからな。やっと終わった。めちゃくちゃ戦闘長かった。私ってすごいよね、他の人こんなことできないもんね。ップあの状態異常まだ消えてないんですけど。ヨウム、ビンタしようぜ。いや傲慢な人にはビンタじゃなくて人差し指を交差して打ち付けた方がいいですよ。それロイ修道士じゃねえか。あなたは悪い子です。しゃべんな。戦闘が思ったより長引いちゃいましたね。ちょっとやさぐれデビルが思ったより強敵すぎた。ダダダダ、今王が攻めてきた。奴は姫の部屋だ。頼む助けてくれ。いやでもやさぐれに時間食いすぎてもうこれは。でも一応見てみましょうか。あ、スライムが倒れてる。待ってこれどうなってんだ。もしかして姫の顔がラスコリニコフになってるかも。何それ嫌すぎる。あ、顔が取られてる。あれでもこれだと姫何も喋りませんよ。ほんとだ、いつもの騒音がない。いや待ってこれベヨネッタ姫の顔ない方が平和じゃね。なんてこと言ってるんだよ。失礼にも程がある。怖いよ、助けてママ。スティーブにママとかいるの？アレックス？絶対違えだろ、勝手に独断と偏見で決めんな。それにしても情けないわね、スティーブ王子。あの遺伝もクソもない大魔王にビビるのありえないわよ正直。それならまだやさぐれの方が悪役でしてた。横。いや誰？魔王様の伝言、聞こえてるぞとのことです。いやあいつ地獄耳すぎるだろ。大魔王は悪魔の塔に飛んでいきました。なおさらなんで聞こえるんだよ。魔王様からの伝言、お前らの生活音も聞いています、とのことです。はっきっと。黒の音も鮮明に聞こえるそうですよ。よし、あいつ消し殺そう。ふふ、まあ大魔王様にはお見通しですから気をつけて。何回すもイチャついてるし印象下げとこう。怖いけど僕は後を追うよ。ベヨネッタ姫待ってて。ベヨネッタ姫は僕が助ける。うおーおー。
じゃあ私たちも悪魔の塔、向かいますか。ちょっと今回早さぐれでビルが強敵すぎて苦戦強いられたな。あいつはもはや人類の敵ってくらいの状態異常持ってたしね。もうやさぐれでビルが大魔王の方が絶対いい気がするんですけど。じゃあ悪魔の塔行ってさっさとあの大魔王ぶっ飛ばしてやさぐれでビルを大魔王にしましょう。いや待って、話がだんだんおかしくなってきた。やさぐれでビルこれでいいよね。その話も来たぞ。お前が受けたまわったらもう終わりだよ。皆さんこんにちは、インテリ花人。いやその挨拶言いにくすぎるだろ。てかまだその変な挨拶やってたんですね。今は城に襲撃してきたデビルたちをやっつけて姫の顔を取り戻しに悪夢の塔に向かうところね。いやでもやさぐれデビルかなりの強敵だったからな。姫の顔を取り戻すのも厳しい道のりになりそうだ。あの、やっぱり姫の顔諦めません。確かに、顔ない時の方が静かだしいいかも。いやまだ助けるか助けないかで悩んでたんですか？なんか助けた後も動くと死ぬわよ、とか言ってきそうじゃないですか？いやさすがに助けられてそれはないと思いますけど。行ってきたらもう一度顔取ってもらいましょうか。いや発想が恐ろしすぎるんだけど。その時は言ってくれな。いや絶対言わねえよ、てか最上階で待っとけ。マリサさん、その服新しい服ですか？とっても素敵ですね。ああ、せっかく悪夢の塔に行くんだしおしゃれしていかないとなって思ってさ。いや悪夢の塔って一番おしゃれとも演奏だけど、悪夢の塔はファッションの最先端なんだよ。悪夢の塔はミートピア界のファッションセンター島村みたいなところありますからね。いやもうどういうこと？いやどう見ても暗くて不気味で気味悪いし、こんなところがファッションの最先端なわけないでしょ。霊夢さん、島村のこと悪く言わないでください。いや島村の悪口は言ってねえよ。まあとにかくスライムも危ないだろうし最上階に急いだ方が良さそうよ。おっとここでエンカウントです。ファッションチェック？んなわけあるか。ようようお前ら、もうこんなところまで進んできたのか。ここは悪夢の塔だ。簡単に立ち入っていい場所ではないぞ。やっぱりこういう場所のモンスターは少しまともなんですね。まあいつも通り俺を一発殴ってくれや。いやなんかだんだん雷部も変なキャラになってきてない？殴られた方がやる気になんだよ俺は。って何これ、画面が固まってるんですけど。ああ、ここはネット回線悪いからな、気をつけろよ。弱い Wi-Fi が入ってくるのが一番ムカつくんだよ。さっさと光回線に帰ろこら。いやそれは俺に言われても困るんだが。あ、私からも Wi-Fi の乗り換えをお願いします。光回線、私も。あ、じゃあ私からも。全員賛成ですね。それじゃあ行きましょう。いやだから俺に言われても困るって言ってんだろが。よしか、雷雲2体は倒せましたし、あとはデビルだけですね。俺は大魔王様に門番を任されたみ。ここでやられるわけにはいかない。ここで食い止めなければ大魔王様に危険が及んでしまう。オラクラへ、超デビルアタック。いやネーミングセンスなさすぎるでしょ。デビル系モンスターはみんなネーミングセンスがないのかもしれませんね。こうなったらインテリデビル先輩に教わった手段を使うしかない。ふざけんな、また私の写真を使う気だな、ぶっ殺す。じゃあてかなんでみんなして私の写真を持ってるんだよ。印刷してみんなに配ってるんでしょうか。いや悪趣味すぎるだろそれは。インテリデビル、やるわね。いやただの悪趣味変態野郎だろうが。配布している写真は YouTube から消されない程度のものにしていますのでご安心ください。いや全くご安心できねえわ、ぶっ殺すぞ。あ、宿屋がありますよ。まあここにもあるとは思っていましたが、よくこんなところにまで持ってきますよね。まあ休める場所があるようでよかったわ。あ、ちょっと待ちなさい。宿主のゆうかさん、どうしたんですか？悪夢の塔に移動したもんだから予約が殺到してね。今日はもう空き部屋がないのよね。は？申し訳ないけどあなたたちが入れるスペースなんてないわ。おいちょっと待て、なんで腐女子ネズミギッチギチに詰まってるんだよ。こんなサイズでかくなかっただろうが。そしてランキング動画に出演してる奴らばっかじゃねえか。番宣かよ、ぶっ飛ばすぞ。とにかくどこか入れるスペースはないのかしら。さすがに私たちも泊まる場所がないと困るんですけど。行くわけねえだろ、ぶっ殺すぞ。え、これどうします？帰りますか。いろいろありましたが、とりあえず進んでいきましょうか。これからはちゃんと宿屋の予約忘れないようにしないと。そうね、まさか部屋が埋まってるなんて思いもしなかったわ。ちゃんと今日の分は予約しているので安心してください。うわ、このタイミングで敵かよ。ただでさえ疲れてるってのにヤバいですよこれは。てめるだよ、てめるだよ、てめるだよ。最近俺も睡眠不足気味なんだよね。動画編集ってかなり時間かかるからな。ちょっと睡眠不足でやる気でねえけど、とりあえずやかましいから消えろ。一瞬で全員やられた。しかもナメプでワンパンされてるし。ここまで来るとちょっとかわいそうね。今回はワンパンされないように目玉のついたゼリー引きできたぜ。あ、目玉のゼリーいるじゃない。こいつから倒しとくわ。なんで？よし。オラゼリーに注目して俺の存在を忘れてんじゃねえ。ちょっと待って、先にゼリーを処理させてくれ。いやなんでそんなゼリーを倒すのに執着してるの？なんか倒した方がスッキリするよな。うん、とどめは僕に任せて。お、枝豆久しぶりの出番ですね。いや鼻息語で喋ってんじゃねえよ。てか今翻訳いないから完全に何言ってるかわからないんですけど。枝豆はどちらかというと翻訳側じゃないですか。枝豆にまで鼻息語使われたらどうしようもないんですけど。助けて。なんか枝豆の鼻息語明らかに鼻ロックより感情豊かなんだけど。お、そんな話をしているうちに宿屋に着きましたよ。うおー、やっと宿屋で休めるぞ。
さて、さっきは行き止まりの方に行ったのでそろそろ上の階に進んでいきましょうか。そうだな、さすがにこれ以上遅くなったらスライムが危ないかもしれないし。やあやあ、今回3回目の登場でメルだよ。さっきは1匹できて失敗したからまた4匹できたぜ。いや多分何匹集まっても一発で吹っ飛ばされると思うんですけど。まあとりあえずいつも通り今回も目玉のついたゼリーから倒していこうかしら。いやなんで目玉ばっかり集中狙いするんだよ。よし、まあじゃああとは私が吹っ飛ばしとくわ。いや弱火で、弱火でお願いします。今回はよく寝れて調子がいいので本気でいきます。よっしゃかー、さすがマイペース。全体に60ダメージってどんだけオーバーキルしてるんですか。もはや今回緑ゼリー1回も攻撃できてないわよ。まあウプ主だし仕方ない。ウプ主だから仕方ない。いやなんなんですかその謎理論。全体攻撃で一掃されるせいでウプ主が喋る時間ほとんどなくなってるのよね。お、また宿屋がありましたよ。今回かなり宿屋の頻度高いな。まあ建物の中に無理やり入れてるからそりゃ頻度上がるでしょうね。そもそもどこからこんなでかいもの入れてるんでしょう。枝豆、花拾ったぞ。いやこの塔のどこに花が生えてるんですか。お、人参の仲間ですか。いやただの花だけ。あ、うっかい、ブー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 あー枝豆が花粉症で苦しんでる。あー枝豆が人参。いやお前も花粉症ってあるんですね。助けて。しんさあさあどんどん上の階に進んでいきますよ。まだ一つ上の階に上がったばかりだからな。ここからまだ道のりは長そうだ。一回より強いモンスターが出るかもしれないので気を引き締めて進みましょう。そうね、緑ゼリーばかりでそこまで苦戦しなかったものね。とか話してたら敵が出てきたぞ。ゴブ、ゴブ。うわ、セクハラ DV なんでもありのゴブリンね。いや、僕は普通のゴブリンではない。確かに、普通のゴブリンと色が違いますし、なんかメガネまでかけています。まあそれでも結局あのセクハラモンスターと同じ中身してるんだろこいつは。いや、僕はそんな低俗なゴブリンとは違う。僕はセクハラも DV もしないからな。まあ信憑性ゼロだからとりあえず倒しとくわ。じゃあ、明治ゴブリン B。B、僕がお前の分もセクハラしてやるからな。結局セクハラする気じゃないですかこのゴブリン。じゃあ、結局セクハラするのは変わらないのね。無敵だ、ここを通すわけにはいかない。そして僕たち明治ゴブリンもいるぜ。うわ、なんだか敵の量も増えてきましたね。まあとりあえずゴブリンから殴っておくわね。やっぱり僕からなのね。あ、そうだ、ところでお嬢さんたち綺麗だね。僕とちょっと遊ばないかい。いや遊ぶわけねえだろ、叩き潰すぞ。釣れないな。いや釣れるわけないだろ。なんかむしろナンパとかするようになってゴブリンよりうざくなった気がするんだけど。別に変な目的があるんじゃない、普通にどこか一緒に遊びに行こうと言ってるんだ。いやそもそもゴブリンと一緒に出かけるのが嫌なんですよ。く、こうなったら僕の必殺技を使うしかない。必殺、セクハラアイズ。じゃあセクハラされた。うわ何ですかこの技、絶対食らいたくない。これは僕が編み出した言葉も使わない究極のセクハラ、目線だけでセクハラすることができるのだ。いや言ってること理解できないけど気持ち悪すぎる。セクハラ属性魔法の中ではかなり射程やかましいわ。とりあえず消えろセクハラ野郎。まだ解説してる途中だったのに。セクハラ属性魔法、調べてみる価値はありそうね。調べんな、ぶっ飛ばすぞ。とにかく後残ってるのはあのデビルだけ、さっさとやっつけちゃいましょう。いやなんか僕キャラ薄くない、薄くない。ちょっと今回あのセクハラ魔がうるさすぎましたね。なるほど、セクハラは個性にもなるのか。いや個性じゃなくて普通に犯罪だよ。でも悪役としては普通にセクハラとか悪いことした方がいいんじゃないかな。そっちの方が悪いやつに見えないかな。はい、とにかくセクハラはやめてくださいね。明治ゴブリンが目立ちすぎて明らかにデビルの影が薄くなってるわね。真面目なキャラよりセクハラ野郎の方が目立てるってかなり理不尽ですよね。デビルも結構悩んでるんですね。お、私とアリスがついにレベル10になったぞ。お、ついにレベル10まで来たんですね。私たちも結構成長したんですね。お、私は新しい技を覚えたわよ。裁きの光で敵を消滅させる魔法。即死魔法じゃねえか。いやこれまた恐ろしい技を覚えましたね。アリスを怒らせたモンスターは消滅させられそう。確かに、モンスターにとってかなり恐ろしい魔法だなこれは。お願いだから俺は消滅させないでね。確かに、ウプ主もモンスターだから消滅できるのか、私も僧侶になろうかな。いやどんだけ俺を消滅させたいんだよ、ふざけんな。俺がいなくなったら動画上がらなくなるぞ、いいのか。まあ一応代わりならいくらでもいますけどね。いやふざけんな、花ロックにウプ主務まるわけねえだろアホ。いやふざけんな、誰もそんな動画見ねえよ。お、なんかまたマリサと枝豆が何かやってますね。枝豆、マリサと仲いいのね。馬にまで嫉妬しないでくださいよ。いや私は馬小屋の掃除してるだけだよ。なんだ、ただの掃除なのね。昨日は一緒のところで寝てたから何か特別な関係だと思ってたわ。いや馬との関係疑われるのなんか嫌なんだけど。マリサって馬にも興味があるんですよね。いや私をなんだと思ってるの。違うから、普通に枝豆は私たちのペットだから。マリサは私のペット。どういう気間違いだよ、ぶっ飛ばすぞ。さて料理も溜まってきましたし食事の時間にしましょう。うわなんかゴブリンハムがめっちゃあるんだけど。あ、全部あのセクハラゴブリンのやつですね。うわ絶対食べたくないんだけど。はい、じゃあ私が食べますね。いや、本当によく食べれるわねそれを。もうゴブリンのものってだけで無理なんですけど。あ、もう私はゴブリンを食べ物としか見てないので。食べ物だと思ってるの？なんか食べ物がセクハラしてくるなってくらいに思ってます。いや、それどういうこと？さて、随分上の階まで登ってきましたね。
多分次がラストのステージだな。ここさえクリアすれば最上階だ。そうですね。ただ強い敵が出てくるかもしれないので油断せず慎重に行きましょう。そうね、ここまで割とスムーズに進んでこれたものね。5部、今度は3体できた5部よ。うわ、またセクハラ野郎が増えてやがる。しかも今回は雷雲までついてきてますよ。俺とゴブリンは同じ魔法攻撃を使うモンスターだからな。雷とセクハラの共演といったところか。いや、雷はかっこいいですけど、セクハラのせいで全くかっこよさを感じないですよ。そういうことだ。雷とセクハラ合わされば無敵となるゴブ。はい、セクハラは成敗です。じゃあさすがヨウムよ。セクハラ撲滅委員会会長。なんか聞いたことのない褒め言葉ですが、嬉しいので上機嫌です。オラクラへセクハラアイズ。じゃあ私かよ。もう許しません。やっちゃってください、セクハラ撲滅委員会会長のヨウム。だから私そんな役職ついた覚えないんですけど。まあでもセクハラは成敗です。いや、すいません会長。出来心じゃあこうなったらあの必殺技行くぞ。明治ゴブリン、うおー、とどろけイカズチよ。うおー、巻き起これセクハラの台風。必殺セクハラサンダーストーム。レム、いや私こんなのでやられたくないんだけど。やっぱりセクハラは生かしておけません。私が成敗します。やっぱり僕からだよね。そして雷雲、あなたも成敗よ。俺セクハラしてないのに。かなりの強敵だったな。なんとか勝ててよかった。やっぱり姫の顔諦めて帰りません。やばい、レイムさんが過度なセクハラで完全に意気消沈しちゃってます。もう私ね、帰る。いや、ちょっと待って、もう今日は無理です。動画閉めます。いや、だからちょっと待って、こんなステージの途中で終わるの前代未聞ですよ。もうステージの後半なんだから頑張ってください。無理、帰る。レイム、ということで皆さんこんにちは、ナロック。いや、モンスターのチョイス地味すぎるだろ。前回霊夢が急に動画を閉めたから、かなり微妙なところからのスタートになってるわね。引き続き悪夢の投稿役頑張りましょう。で、動画開始早々のエンカウントだ。俺たちデビル四天王、大魔王様のところには行かせない。うわ、いつもの敵だけどかなり数が多いわね。確かに、これは苦戦させられそうですね。正真正銘ここが悪夢の塔最後の砦だからな。大魔王様のところに行きたければ俺たちを倒すんだな。うわ、これ結構連続攻撃してきますよ。うお、くらえ、なんとかのうつせみ。いや、技名覚えられてねえじゃねえか。確か、江戸の道国。いや、それ私が遅刻デビルに教えたやつだよ。逆になんでそっちを覚えてるんですか。どうしても技名が難しくて。馬の呼吸横切り。じゃあ、このデビルたち最後の門番として置かれてる割にはポンコツね。まあとにかく私たちは急いでるので、こんなにあっさりやられちゃうのを。もうあと1匹だけになりましたね。いやだが奴は四天王の中で最弱。言いたいだけだろ、てかもう3匹やられてるぞ。いやでもなんとしてもここで時間を稼がなくてはならない。こうなったら必殺、今から僕、スマブラ実況します。はい、カットです。じゃあ誰も見てくれなかった。いやなんか最後の敵なのにかなりあっさり終わっちゃったわね。これじゃあかなり尺が怪しいですよ。やっぱりちょっとスマブラしていきます。いや、レイムさんあなたもですか。まあとにかくこの先には絶対大魔王がいるからな。います。しっかり宿屋で準備してから向かおう。そうですね、しっかり装備とかも整えましょう。姫の顔と、一人で向かったスライムを助けないとね。そうですね、スライムどこにいるんでしょうかと思ったら普通にこの宿に泊まってましたね。しかもなんかめっちゃ真剣な顔してるし。きっと姫を助ける決意を固めてるんでしょうね。スライムもすぐ出発するだろうし、私たちも出発しましょう。そうですね、行きましょう、姫を助けに。ここが悪夢の塔の最上階ですね。姫の顔、どこにあるのかしら。うわ、なんかまたスライムを操作してるプレイヤーが出てきたぞ。いやだからこいつ NPC じゃないの。これが定番になってるの本当に頭おかしいですよ、このチャンネル。スライムが戦うの、さすがにそれは無茶でしょ。デカベヨネッタ姫の顔、すごい強そうなモンスターにつけられてますね。いや、この顔でヨネッタ姫の顔だからね、その発言は失礼すぎるだろ。いや本当に私たちは何を見せられてるんでしょう。ほとんどこのスライムの一人実況になってるの本当頭おかしい。なんかもうこれミートピア実況なのかも怪しくなってますよね。砕け散れ。楽勝ね。いやスライムのプレイヤー本当に頭おかしすぎるだろ。まあ、助けに行きますか。そうですね、助けましょう。ついにボスとの戦闘ね。レディーの扱い方、ママに教えてもらいなさい。やっぱりベヨネッタ姫の喋り方引き継いでた。ただでさえ強い敵なのに言語まで不自由とかヤバすぎる。動くと死ぬわよ。今回は冗談なく動くと死んでしまいそうね。これ完全に相手やる気ですね。こっちも全力でやらないとヤバそうです。そうだな、最初から全力で行くぞ。くらえ全力のファイア、さあラブコールの時間ですよ。ちょっと待ってください、その技をするとヤバいです。いやほんと何やってんだ霊夢、そういうところが大好きなんだよ。霊夢さん、やっぱり帰って一緒に寝ましょう。霊夢もマリサと同じくらい大好き。いやこれどう収集つけるんですか。招待、やばい、マリサ攻撃飛んできますよ。え、私霊夢の隣から動きたくない。私も霊夢のそばに行きたいわ。シュート、いやもう何やってるの。霊夢さん、また攻撃が飛んできますよ。アーバーバーゴー、いてー、
とにかくこのラブコールの状況ヤバすぎるから早くなんとかしないと。ジャンプ切り、霊夢ちゃんへの愛を乗せて。私も霊夢への愛を乗せた自己回復。いや全部愛を乗せてるじゃないですか。ラブコールってどうやって解除するんでしたっけ。ママに教えてもらいなさい。いやこのタイミングで家族に連絡できませんよ。私、ママ、いや違いますよ、変なこと言わないでください。ちなみにラブコールは霊夢が一回吐いたら解除されるよ。おお、枝豆、本当に優秀な馬ですねあなた。それじゃあ行きますよ。おろろろろろろろ、霊夢が霊夢を流さずにか。よし調子が戻ってきた。クライファイア、また敵の攻撃が全力を踏ん。行って、まだまだ、私にも飛んできた。2回攻撃だし、かなり攻撃力高いぞこいつ。しかもうるさすぎるのでかなりの強敵です。日本語不自由すぎてもはや会話にならないんですけど。確かに花ロックとかならまだわかるけど、同じ日本語なのになんでまともな会話できないのかなどすぎる。ヌードゥデッドユー。いやなんで急に英語使い始めたのよ。英語でも日本語でもどちらにせよわからないんですよね。いやまさかの鼻息語まで使えるの。いや使える言語多すぎでしょ。ちなみにまたレディの扱い方について話してたよ。いや結局話してる内容は同じなのかよ。多分何も喋っても会話成り立たねえぞこれ。さっさと倒して買おうと思うぞ。そうですね、さっさと倒して帰りましょう。3人で一気に攻撃しましょう。よし行くぞ。いや攻撃食らってるだけでもやかましいわね。そして霊夢さんからアンコールをもらってジャンプ切りです。レディの扱い方まだまだね。砕け散れ。私はまだまだだわ。いや何言ってるかわからないですけど、とにかく攻撃が痛すぎる。業務がかなりまずい状況になってるわ。10年早いんだよ、吹っ飛べ。じゃあすいません、ありがとうございます霊夢さん。私のレディの扱い方死ぬわよ。レディの扱い方とか言ってる割にそっちの方がレディの扱い方危なっかしいじゃねえか。お、ここで全回復はでかいわね。アリスの回復でも半分くらいしか回復できなかったですしね。とにかくあのため攻撃を食らったら一発で瀕死まで持ってかれてしまいます。早く決着をつけないと危ないです。とりあえず私も回復に専念するぞ。私も HP バナナを使って回復しますね。退屈だわ。いや回復中くらい静かにしてなさいよ。正体やばい、また攻撃が来ますよ。消えろ。行って当たれ。で私もか。これかなりまずい状況なのでちょっと考えさせてください。遠慮しないで。いやこういうところは寛容なんですね。うん、普通にアンコールで行くか悩みますね。遅い。で割り込んでった。全力いや動くとして楽勝ね。いやもう完全にやりたい放題やってんじゃねえかこいつ。こっちのターンにまで割り込んでくるのヤバすぎますよ。てかほとんど回復しかできてないのまずいわ。攻撃しないと倒せないわよこれ。そうですね、なんとか耐え切って攻撃しましょう。砕け散れ。いってー、ママに教えてもらった。シュート。いやそのパンチは母親譲りだったの。回復したいところですが戦います。いやまだ倒れないの硬すぎるだろ。これ HP バナナももうないですし、次のターン攻撃されたらヤバいですよ。私の回復でも全回復はできないのよね。とにかく全力で畳みかけるしかない。お、出ましたマリサの本気のファイヤー。ファイヤー、よし、これでとどめです。うわお、ついに倒せたわね。私はここよ。お、顔が離れました。よし、これでやっと終わったんだな。いや本当に声もでかいし強敵だったわ。なんとか倒せてよかったです。普通のモンスターもうるさかったけど、やっぱりボスはレベルが違いますね。今までで一番やかましいボスだったな。もはや終始ベヨネッタ姫の方が話してましたしね。本来緊張感のあるボス戦のはずなのにね。ってなんだこれ、ゴリラプロテイン。ベヨネッタ姫みたいになれるのかしら。いや絶対いらねえだろ。でも私はマリサがベヨネッタ姫みたいになっても愛し続けるからね。いや別に飲まねえよ。いやなんか笑い方かなり癖強くなってません。我が忠実な部下、そしてマリオパーティーではドンキー役にしようと思ってたベヨネッタ姫をよくもやってくれたな。マリオパーティーのためにやってたの。6500円と価格が高い割にコンピュータとやってもつまらないんだよ。必ず報いを与えてやる。いやここでマリオパーティーを批判してんじゃねえよ。せ、またね。いや別れの挨拶軽すぎるでしょ。あ、飛んで行ってしまいました。いや本当にわけのわからない大魔王ね。やっぱり朝暮れでビルに大魔王やらせようぜ。いやまだ言ってたんですか。あ、そうだ、一つ言い忘れてた。いや戻ってくんじゃねえよ。マリオパーティーにあるだろ、金の土管ってアイテム。いやまたマリオパーティーの話。あれ古いからみんなでやるときは禁止な。いやお前とマリオパーティーすることはねえよ。そしてもう一つ、新作のマリオパーティーはギミックが少なめで割とシンプルな作りになっている。マリオパーティー8、9、10とかとはかなり違うから、そこだけは覚えてよ。だからお前とはやらないから帰れ。本当に騒がしい人ですね。助かりました、ありがとう。無事姫の顔も取り戻せましたしね。一件落着ね。僕はやっぱりダメでした。そんなことないですよ、立ち向かっただけでも十分です。スティーブ王子なんてすぐ逃げていったからな。でも姫が助かって本当によかった。そうですね、ちょっと騒がしい姫ですけど、早くベヨネッタ姫の元気な声が聞きたい。スライムにとってはあの騒がしさがちょうどいいのかもしれないわね。さて城に戻ってきました。お、ベヨネッタ姫の顔も戻ってきてるな。無事何事もなく顔が戻ってよかったわ。かなり大変な道のりでしたからね。あ、そろそろ顔が戻りますよ。レディの扱い方、正体
やっぱり何言ってるかはわかりませんが、レディの扱い方も認められたようですね。いやー、最後に認められたようでよかったよ。まあもしこれで認められなかったら顔取ってもらいますからね。いや、それ本気だったの？大魔王とも話つけてますしね。いや、準備良すぎでしょ。まあ、これでこの国でやることは終わったわけだな。またまた助けてもらったな。いえいえ、お礼はスマブラ参戦だけでいいですよ。まだ参戦諦めてなかったの？お礼にこれを受け取ってくれ。おお、お金、ありがとうございます。スマブラ参戦いらないんでもっとください。いや、前もそんなこと言ってませんでしたっけ？結局お金が一番嬉しいのね。おお、王様万歳。よ、日本一。いや、褒め方が露骨すぎるだろ。スライムもよくやってくれたな。いえ、僕は何もしてません。操作しているのはプレイヤーなので。いや、だからこいつ NPC じゃないの？いやいや、わしは見ていたぞ。お主が危険を顧みずモンスターになったベヨネッタ姫に挑み、キーボードを机に叩きつけてるところをな。いや、そこは別に見ないでほしかったです。まあ、キーボードについてはいいとして、そなたの勇気ある行動、感動したぞ。そうね、キーボードはいいとして勝てないと分かってても頑張る姿はかっこよかったわ。確かに、キーボードはちょっとあれですけどね。その勇気を称えて、スライムよ、姫との交際を認めよう。へっ！本当ですか？スティーブ王子との婚約は破棄だ。ベヨネタ！いや、声変わりすぎだろ。ワオ！ウィン！私はここよ。招待！ベヨネタ！ウィン！いや、マジでやかましすぎるだろ、このカップル。うわ、なんかまたやかましいのでぶったんだけど。いや、もう本当にやかましすぎるでしょ。もうなんか私たち帰りません。それにしてもスティーブ王子ね、本当にカッコ悪いの。むしゃむしゃ。スティーブ王子との婚約は No contest。 うん、あいつ言いたい放題言いやがって。悔しいよ、ママ。10年早いんだよ、砕け散れ。さて、姫も助けられましたし、今回はこれくらいにしておきますか。次回からはこの最小の国からもおさらばかもしれないな。そうですね、国境の山を越えて目指せ隣の国です。それではご視聴ありがとうございました。皆さん、こんにちは、ハムサンド。いや、そのハムサンドブッサイクだな。てか、まだその挨拶やってたのね。前回はベヨネッタ姫の顔を取り戻して、今は隣の国に向かうところですね。あのスティーブ王子がいる国よね、どんな国なのかしら。もしかしてマインクラフトの世界だったり。いや、んなわけねえだろ。最初の王様から結構お金もいただきましたし、しばらくの間お金に困ることもなさそうですね。まあ、ほとんど宿屋の弁償で持っていかれそうですけどね。何かあったら大体宿屋ぶっ壊れてますもんね。まあでも、こういう弁償とかってバレな、ちゃんと払わなきゃいけないので、モンスターを倒したりしてお金稼ぎましょう。で、宿主のゆうかさん、今日はどうしてこんなところに？次に向かう隣の国について話しておきたいことがあってきたのよ。話しておきたいこと？まず、次の目的地隣は砂漠なのよ。ほうほう、砂漠なんですね。もし砂を宿屋に入れたら殺すからよろしくね。え、ちょっと待ってください。まあそれだけだから、よろしく。なんかかなり予感がするんだけど。てか、次の目的地は砂漠だったのか。暑いのは好きじゃないからな。宿屋が冷房効いてたりしたら最高なんですけどね。冷房効いてたらそれこそモンスターたちが殺到しそうですけどね。霊夢さん、お待ちください。お、この声は2011年2月26日に発売された 3DS さんじゃないですか。はい、3DS です。この先が隣の国、隣のです。それにしても安直な名前ですよね。最小の国もかなり安直な名前だけどね。どうぞ、お気をつけて。あ、あとよければこの AR カードもお守りとして受け取ってください。いや、それもう使う人いねえだろ。カーディーとか国民のやつもありますけど。いや、だからいりませんって。すいません、失礼します。よし、道も間違ってないみたいだし、行くか、隣の国まで。山を越えて砂漠も越えて、大冒険になりそうね。そうですね、今までは草原とか歩きやすいところだったので、砂漠となると今まで以上に疲れそうですよね。宿屋のありがたみを感じながら冒険することになりそうですね。いやー、これで最小の景色も見納めか。本当にいろんなことあったわよね。ま、いろいろ苦労はしたけど楽しかったな。そうですね、モンスターに振り回されてばっかりでしたけどね、とか話してたらエンカウントしてしまいましたね。いや、うるさい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 。いきなりなんなんですか、いつもの100倍うるさいんですけど。いや、相変わらず何言ってるのかわからないですね。いや、なんか気のせいか、いつもより楽しそうじゃない。いや、まあ多分気のせいでしょ。結構この花ロックとは戦ってきましたよね。まあ最初は苦戦しましたが、今はもう余裕ですね。こうやって前回と戦ってみると私たちの成長を実感するわね。確かに、もうこの花ロックに関しては相手のターンにする前にほとんど倒せそうですしね。そうだな、今までは結構時間かかってたんだけどな。しかも花息後は翻訳通さないとわからないっていうのがかなり大変だったわよね。いや、まだ20日前の解説引きずってるのかよ、そろそろ許してくれよ。結局最後まで何喋ってるかわからなかったですね。多分私たちに鼻息後が理解できる日が来ることはないだろうな。てか、そもそも坊ちゃんの声を出す時点でかなり難しい気がします。さあさあ、どんどん進んでいきますよ。そういや、この国境の山って花ロックがいっぱい出てくるんだったな。そうでしたね、今回も花ロックばかりなんでしょうかね。で、敵の頻度高くない？よー、セクハラ DV なんでもありなゴブリンだ。いや、自分から名乗ってんじゃねえよ。お前たちを倒すために原宿で修行を積んできた。は、原宿？あなたみたいなゴブリンが行くところじゃないでしょ。いや違う、原宿じゃなくて原宿、セクハラ塾だよ。セクハラの仕方を学ぶ塾だよ。そんな趣味な塾があるの？
しかも結構大人数通ってるじゃないですか。そして教師はインテリデビルかよ。こいつ裏の顔やばすぎるだろ。セクハラとは正しく発散するためにするものだと私は思っています。いや何よその薄っぺらい教育理念みたいなの。それではお手元の資料をご覧ください。人の写真を資料とか言って配るの頭おかしいだろ。ぶっ殺すぞ。全くどこで私のこと隠し撮りしてんだよ。私も資料欲しい。いやふざけんな、ぶっ飛ばすぞ。なんか見てはいけないモンスターの裏側を見た気がしますね。なんか私モンスターと戦うの怖くなってきたんですけど。あの塾に通ってたやつ全員ぶっ殺す。いやー悪趣味そうなモンスターばっかだったな。さて悪趣味なモンスターを一匹駆除しましたし、国境の山を進んでいきましょうか。あれ結構暗くなってきたわね。久しぶりにみんなでキャンプでもしましょうか。それじゃあ今日は夜までおしゃべりしましょう。あとスマブラとエイペックスとフォートナイトとスプラトゥーン、そして GTA にマイクラ、もちろんミートピアも。いや一晩でやるには欲張りすぎだろ。それでね、うんうん。誰もいない物陰から聞こえたんだって。何が怖いよ。はい、ここから先は有料会員限定となっております。いやいいところで止めてんじゃねえよ。てかそもそもこういう話に会員制度持ってこないでくださいよ。月額おさい銭5円でいいですよ。だったら会員登録するから聞かせてよ。でも結局この話の続き考えてないんですよね。詐欺じゃねえか、ぶっ飛ばすぞ。まあまあ明日には面白い話考えますから。いやあの話の続きが気になるんですよ。さてそれじゃあ朝になったので進んでいきましょうか。そうだな、キャンプもいいけど早く宿屋でゆっくりしたいな。でまたエンカウント多いですね今回。俺は大魔王様直属の部下のデビルだ。別に意味もないけどとりあえず足止めするぜ。いや別に足止めする理由ないなら足止めしないでくださいよ。本当はこの動画の100稼ぎのためにわざわざ来てやったんだよ。本当に感謝しています。いや動画制作側の事情を話さないで。まあとにかくこいつらを倒して宿屋に向かいましょう。そうね、さっさとやっつけちゃいましょう。おーデビル足止め。いやそれが技名なの。まあまずは鼻息を使うフォローンマシーンから倒します。さて今回はマリサに任せますか。やっちゃってくださいマリサ。オーケー。だけど私昨日の怖い話の続きが気になりすぎて全然集中できないんだよな。続きが聞きたいな。いや今度話しますから戦闘で手を抜かないでくださいよ。いってー、花ロックの攻撃結構いてー。でも怖い話を聞けなかった苦しみの方がずっと痛い。いやわかりましたって、話しますから。マリサがピンチだから私が回復してあげるわ。あ、私も手伝います。ありがとう。でもあの話の続きを聞けない限り私の心は満たされない。はいわかりました、話します。僕の顔はどこって聞こえたんですよね。え、それだけ？しょうもな。いやぶっ飛ばすぞ。なんか思ったより面白くなかったから全然やる気出ないんだけど。いや今回どんだけサボってるんだよ。全く戦闘にやる気を感じないんですけど。うつせみ。いやまだ技の名前覚えてないの？しかも毎回狙われるの私じゃねえか。まあまずは鼻息を使うフォローンマシーンから倒します。ここは僕に任せて。お、枝豆、何ですか？僕、新しい技を覚えたんだ。え、新しい技覚えてたの？その名も鼻息。いやちょっと待って、かなり嫌な予感がするんだけど。よし枝豆やっちゃえ。枝豆、行きます。じゃあ見て。いやマイクに鼻息かけないでくださいよ。とにかくデビルあなたどっか行きなさい。じゃあとにかく枝豆がうるさすぎるからデビルどっか行け。いや僕の扱いひどくない？枝豆、鼻息禁止ね。すいません。マイクに向けて鼻息かけるのうるさすぎるだろ。なんかもう枝豆置いていきません。いやすいません、鼻息控えめにするので。枝豆といると何枚鼓膜があっても足りなさそうね。いやもう本当にうるさすぎますよ。セクハラ DV なんでもありのごぶりん。よよ、また来てやったぜお嬢さんたち。あなたにはセクハラする前に消えてもらうわ。お、これはまさかアリスの新しい技のパニッシュメント？セクハラマは消えなさい。うおうおう、ってあれ、当たってないぞ。なんだ、僕を生かしたってことはやっぱりセクハラされたいのか。いえ、そんなことないので消滅してください。いやマリサのエクスプロージョン本当に強すぎるでしょ。そして雷雲に関しては全部巻き添えでやられてるのかわいそうすぎません。もはや断末魔以外何も喋れてなかったわよ雷雲。でここで私がレベルアップです。まあ全部マリサさんが倒してくれたんですけどね。放置してても強くなれますね。いやよくあるスマホゲーみたいなこと言うな。そして放置するな。いやこのステージもう4回も戦闘してるわよ。トナリーノの国遠すぎるでしょ。まだ砂漠も見えないぞ。お、ついに宿屋です。ってことはもうすぐトナリーノってことですね。いや本当にたくさん歩いたわね。疲れたし早く休みたいな。そうですね、まあでもそれよりも大切なことがあります。それが記念パーティーです。お、なんか頑張ったかなっていいな。10日間毎日投稿無事達成できました。いやまさかのそっち。これとあと明日の解説だけで終わりですね。いやー頑張りました。本当に毎日ずっと編集してましたもんね。そしてトナリーノの国頑張ろう会も兼ねてやりましょう。トナリーノの国どんな場所なのかしらね。砂漠だから寒暖差もすごそうですし、体調に気をつけて頑張りましょう。トナリーノの国って噂によるとやっぱり秘密。いやぶっ飛ばすぞ。いやレイムさんも同じようなことやってたでしょうが。まあこれからも苦労の連続になりそうですけど、一区切りということでお疲れ様でした。バイバイ最小の国。
最小の国の冒険、楽しかったですね。そしてそして私たちを待っている未開の地。ハロー、トナリーノの国。トナリーノでもみんなで力合わせて頑張ろうね。ということで新たな旅の幕開けに、乾杯。皆さん、忘れてはいませんか？私らスコリニコフ、マリオパーティをしたいけど一緒にやる友達がいないことを。ということでいきなりですがマリオパーティを一緒にやってくれる人を3人いただくことにしました。はい、ということで3人連れていくのであとは頑張ってください。は、実況メンバーいなくなるんですけど。あ、そうそう、これ呪いサイコロね。いや、ぶっ飛ばすぞ。は？え、おもんな。え、これどうするんですか。一人なんですけど。一人実況ってウプ主じゃないんですからやりたくないんですけど。いや、困ったことになったわね。いや、もう困りすぎてコマンドなんですけど。ヨウムが連れてかれちゃったみたいね。いや、ヨウム以外も連れてかれてますけどね。そして私のご飯を作ってくれる人がいなくなってしまったのよ。いや、そっちの問題。どこに連れてかれたかはわからないけど私の一大事だから早く連れ帰ってきてほしいわ。いや、私も困ってるんですけど。まあでもとりあえず追いかけましょう。で、私アイドルじゃなくなってるし。これが呪いサイコロの効果ね。いや、呪いサイコロ強すぎるでしょ。マリオパーティーでは1から3までの数字しか出せなくなるだけだったじゃないですか。まあよくわからないけど封印されちゃったみたいね。いや、なんか神様適当じゃないですか。いや、私もかなり焦ってるのよ。ヨウムがいないと私のご飯を作ってくれる人がいないわ。まあだから新しい力を授けてあげるわ。それで頑張ってヨウムを取り戻して。まあわかりました。頑張りますね。はい、ということで何か奪われてばかりの生活に嫌気がさしたので盗賊の道に進みました。一人だと本当に話すことないですね。早く次の場面行っていいですよ。一方その頃、あれ、ここどこだ。いよいよスーパースターを決める冒険が始まるね。は、ワクワクするよね。いや、しねえよ。早く霊夢のところに返してくれよ。え、これマリオパーティーの画面よね。そうみたいですね。どうやらマリオパーティー実況の世界に連れて行かれてしまったようです。いや、もうどういうこと。早く帰りたいんだけど。宿屋に一人なの悲しすぎるんですけど。てか、なんでこういう時に限ってモンスター誰もいないんですか。こういう時ならモンスターが宿にいても許せるんですけど、本当に誰もいないんですね。あ、そうだ、枝豆がいるじゃないですか。いや、あなた喋れるのになんでこういう時だけ普通の馬になってるの。え、じゃあ完全に話し相手いないじゃないですか。え、何これ、つまんな。そしてこういう時に限ってすぐ動画が終わってくれないんですよ。あ、そうだ、ルーレットに旅行券がありました。一人で昇進旅行にでも行きますか。もう本当に一人だとやることないので、せめて旅行くらいは行かせてください。いや、バナナだけはやめて。バナナだったらこのシリーズ打ち切り。お、これは旅行券ですね。まだ神様は私を見放してはいなかったみたいです。よし、それじゃあ今日は旅行に行って動画締めますか。いやー、最後の最後でまだ幸せに追われてよかったです。よし、それじゃあ早速。では、私はまだまだ。最後まで見てくれてありがとう。総集編、最小の国後編、どうだったかな。みんなよかったらどの動画が好きかコメントしてくれな。ちなみに今回は総集編だったけど、すぐに実況も解説も投稿再開するからね。楽しみにしておいてくれよ。
ってことでご視聴ありがとうございました。ベイベー。